こんばんは、アシスタントの小山美恵です。今夜もご視聴ありがとうございます。この番組は映像監督鈴村信弘をホストに、特撮アニメ映像作品を中心に様々なジャンルの方をお招きするトーク番組となっております。放送中もチャットへのコメント質問などどしどしお待ちしております。そして YouTube のチャンネル登録とこの番組の布教活動をぜひよろしくお願いします。またスパチャができるようになっております。ぜひ私たちに、そしてゲストの方にお酒をたくさん飲ませてください。よろしくお願いします。そして応援チケット、今月は桜木さんからいただいております。桜木と申します。今回も配信楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。はい、なぜ私が一人なんでしょうか。監督は鈴村さん、鈴村さん違うな違うんだな。皆さんこんばんは。プロデューサーのロボ石丸です。みんなまあご無沙汰な感じになってしまってますけども、どうでしょうか。まあ、今日はですね、ちょっと監督本来はここでバーンって出るところなんですけども、なぜかいらっしゃいませんね。いないですね。はい、どういうことなんでしょうかと。でもね、来てるんですよね、実は。そうなんですよ ね、ということで早速呼んでみましょうか。はい、では読みましょう。鈴村さん、はい、どうもこんばんは。こんばんは。鈴村さん、ずいぶんでっかくなりましたね。そうですね。はい、今私は九州にまた来ております。はいはい、中継です。そうなんです。どうしたんですか、はい、九州にどうしたんですか、なぜ。はい、ドゲンジャーズのですね、はい、4期の撮影で来ておりますね。内容今多分出てますね、ここに。すごいですね。出てるんですか。ドゲンジャーズコラボスペシャル。ああ、はいはいはい、そうですよね。あ、そうですね、はいはい、出てる。そうですね、コラボスペシャルって書いてあるんですね、上に。はい、はい、そうですね。なので、そうなんです、今日は九州からちょっとこの2限中継と1年ぶりにね、前回の12月が最後でしたかね、11、12と2限中継しましたけども、はい、2限配信ですからね。そうですね。はい、今回も2限配信ということで、もうこなれてきた未来的ちょっとありますけどね。もう今回で何回目でしたっけ、2限中継。3回目ですね。3回目ですね。3回目か。いや、はい、早いですね。そうですね。なので、はい、という感じですね。はい、こちらとしましては、はい、はい、ということで、福岡の、はい、まあ今ドゲンジャーズをやってるということでですね、今回のゲストは福岡に来ているお二人をお招きしております。楽しみですね。はい、はい、というわけで、もう早速ご紹介でいいですかね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、本日のゲストはですね、JE の、富永くんと、推しカーアクション監督です。イエーイ。はい、はい、どうもこんばんは。どうもなんかどうもどうもラッパーみたいでいいですけど、ね、はい、まあまあグラファンするとね、体育会系はこうなっちゃうんです。なんか、ね、柄悪いですね。柄悪くなるんです。もうね、そうなっちゃうんです。全然喋ってない。そう、ポーズだけだ。ポーズだけで全然喋れないからね。というわけで、今日、皆さんご存知だと思いますけども、まずですね、富永健二君はですね、はい、私との出会いは22年前の仮面ライダークウガという作品ですね。そうですね、の作品でスーツアクターをやっていただいて、はい、もう1年一緒に、うん、丸々本当に1年間丸々一緒にやってきた、もう戦士クウガですよ。22年前ですか。22年前ですよ。その時生まれた子も22歳ってことで、そういうことです。おぎゃーと言っても22歳でも成人してますはい。でそれからもいろいろ顔出しの役者さんとしてももちろん活躍して、舞台とかですね、もちろんスーツアクターもやったり、いろいろと、八面六臂の活躍で、うん、現在も JE で活躍しているという富永くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、押川くんですね、もともと JE で、いまして、僕との出会いはクガの時にも現場に来てて警官役やってもらったりとかしてたんですけども、がっつりやり始めたのが仮面ライダーアギトで、ギルス、仮面ライダーギルスという3人目の仮面ライダーですねを、のスーツアクター大抜擢ですね。キャリア的に考えるとなかなか その当時のね、押川のキャリアではなかなか選ばれる人っていないんですけど、大抜擢で、
JA の社長の金田修さん、監督もやっておりますけども、金田修さんがもう僕に紹介してきた、本当に、うちのホープだと言って紹介してきて、それで辞めてしまうというね、ね、顔に泥を塗るという感じですけど、そんなことないです。で、仮面ライダーシリーズもずっとギルス以降もですね、はい、平成ライダーシリーズ、龍騎ではゾルダ、ね、ファイズではデルタ、ブレードでは、ギャレンとかですね、響きでは息吹みたいなことで、はい、ずっと10キャラをやってくるんですよね、ギルス以降は。ゾルダからずっと10キャラが多くて、こっちの、ね、川はそう、こっちの 10ですね、10キャラが多くて、それをやってきてまして、で、まあ、それから戦隊シリーズに移ったりもしつつ、ゴーバスターのレッドバスターの主役ですね、やったりとかですね、やってて、最後が、特急ジャーですね、特急1号、赤いやつですね、主役です。それが最後に一応、JE を辞め引退ということになるわけなんです。初犯の事情でね、引退して福岡に、九州に戻ってくるわけなんですけれども、なんと今はね、もう、こちらでドゲンジャーズで、スーツアクターはもちろんのことですね、今アクション監督をバリバリとやっていただけてて、まさかまたご一緒できるとは思わなかったというね、本当に。実はね、もし九州帰った時に、うん、俺も九州なんですよ。あ、そうなんだよね、富永もそうだ、九州、ね、北九州っていう、ね、小倉の方なんですけど、そうね、一回あったんだよね、社会人やってる時にね、はい、飯食いった。あ、そうなんだ、はい、でやんないのさ、多分やんないっすねやつだけど、その時一時期パン屋とかやってたもんね。あ、そう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 、ね、パン屋、そうだよね、怖すぎんだよパン屋にしてそんなことないですよ、怖いのよ。いや、パン職人はもう高校卒業した時からやってたんです、神戸。あ、そうなんだ。パン職人、福岡のジャムおじさんって言われてました。怖えよお前がジャムおじさん。ジャムおじさんってパン作ってんの、ジャムじゃねえの。ジャム、いや、アンパンなんですよ。でもジャムおじさんっておじさんじゃないんだよ、あれ。え、あれ、妖精なんだよ。え、どういうこと。そうだよ、妖精なんだよ。ジャムおじさんって妖精なんだよ。僕妖精だったんですか。お前じゃねえ。え、あれは、あ、バタコさんは、バタコ、バタコも、そうだ、いた、バタコいるよ。バタコさん、ジャムおじさんのその名前ってバタコってヤバくない、大丈夫ですか。やめて。ま、え、バタコも妖精なのかな、妖精だろうな、多分ジャムおじさんが妖精だから。いや、あれ普通の女の子でしょ。いや、勝手に言えないじゃん。あれ、男じゃないですか。バタコっつってんだから、女。あれ、犬はマーガリン、マーガリン、犬いたな、犬なんかいなかった。いた、チーズ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 、マーガリンは違う。まあ、そんな話はいいんですよ。じゃあ、とりあえず乾杯しましょう。そちら、お酒あるんですか。あります。ありますか。じゃあ、はい、すいません、じゃあ本日はよろしくお願いいたします。お願いします。この辺で乾杯できる。あ、あ、ご視聴の皆さんも乾杯ということで、もう僕ちょっと言ってないや、はい、乾杯でございます。いただきます。うん、早いですね。っていうか、机の上すでになんか置いてますね、これ。またですか。またですよ、また。やっぱりね、福岡で言ったらね、そう、うちのスポンサーであるピザクックですよ。ね、美味しさ高い。え、どんなピザ頼んだんですか、見せてください。あ、ちょっとその前、監督、僕らサングラス取っても大丈夫ですか。はい、あ、そうそう、いつもこの皆さんサングラス外してください。この儀式が毎回、取っていいですか、儀式。いいんだよ。あ、甘い甘い甘い。いや、ちょっと待って、ピザがピチャッとなっちゃうから、あの嘘っすか。もしかしたらずっとラッパーのままですね。今日ラッパーできます。ハゲ、早く取れ。何言ったら、頼むし。サラマセサラ。いや、ちょっと待って、 DJ の方がやっと DJ 長いな、ボケが。とりあえず、はいはい、ピザ見せてあげます。ピザ、あ、そうですね、ちょっと今回はどんなピザなのか、ちょっとしっかり、はいはい、今日ね、2種類ございます。はい、いきますよ。はい、はい、横にテープついちゃった。ちょっと明かれテープついちゃった。はい、よしよしよし、はい、お願いします。え、一瞬違う、意味ないでしょ。上げてみてください、ちょっと。これ、何なの。はい、お願いします。あー、もう見えない。全く見えない。あー、匂いはすごいいや、それはいいと思いますよね。どれどれ。あ、寄ってる、寄ってくれてます。おー、わー、美味しそう。スーパースターフォース、九州、九州スターフォー、九州スターフォー、え、4種類ですか。これはね、あれですね、なんだっけ、
チキン南蛮。チキン南蛮、九州ならでは。九州それ、チキン南蛮のピザ。おお、美味しそうだな、これ。すごいすごい。これチキン南蛮、見て。うわ、すごい。え、すごーい。これは美味しそうですね。これは美味しそう。いいなぁ、ね。ポテト？ポテトとね。あ、出ました、ポテト。これ、1名様にプレゼントでいいですか？プレゼントでいいですか？あとは、ポテトとチキンがありますね。はい、チキン、はい。あ、ポテトはね。ポテトはね、押川さん。押川がアホみたいに食いですからね。うん、必見です。ね、必見です。すごいね。チキン南蛮って宮崎だよね。宮崎です。あ、そうだよね。もともとね、そうですね。はい。そう。そうなんです。なのでね、今回もピザクックさん、うちのスポンサーですけどもね、のピザを、これ東京のピザより大きいんですよ、サイズ感。ねえ、いいな。確かに。ね、大きいんです。大きい。え、でね、安いんです。ピザクックって。うん、福岡と佐賀でしか食べれないんですか？東京無視されそうですよ。食べれないんですよ。あ、そうなんだ。九州全域じゃないでしょ？福岡と佐賀で。違う。福岡と佐賀だけですね。で、もうね、具材を安くこう、ちゃんとそのね、仕入れることからの努力、企業努力で安くできてるんですよ。あー、なるほど。だから、そう、他のピザよりも金額的にもちょっと抑えて、コストを抑えて、美味しいピザをお届けしていただけてるということなんですね。いいな。いいな。地元のピザってすごいですね。なんか、そうですね。こっちだと、皆さん食べあんまない。食べましょう。いただきます。食べましょう。食べましょう。僕らこれ毎回。生殺し状態ですよね。そうですね。前回もこれだったんですよ。ね。じゃあ前回は開けた。12月は。ピザ用意してくださったんですね、っこっちもね。ただその前がもう開けた瞬間から酒盛りが始まってたんですよ。中継ですって言った瞬間からそう、だから気をつけて、ほらみんなで食べないように、僕も今ちょっと我慢してますから、喋る人がなくなっちゃうとね、まずいから。誰かが喋ってる時にと思ってるんですけどね。なるほどなるほど。あ、食べる時、食べる時ね。だからほらみんなで食べちゃってさ、黙っちゃうからね。かなと思って。僕も咀嚼音で会話する。やだよ。何が咀嚼音で会話する？ ASMR でしたっけ。ね、咀嚼音。いや、おいしいですか？いや、めちゃめちゃうまいですね。めちゃめちゃうまいですかね。味はやっぱうまいです。ちょっと食レポ的に。いいね。チーズとパンの味がします。いやいや、それはしますよね。これ明太子ですか？これは明太子ですね。すごい。今配信、これ80人近い方が、皆さんがピザ食べてるの見守ってます、ね。ああ、今80人ぐらいが見てるぐらいが、みんなピザをね、ピザを食べてる、2人が食べてるところを見守ってるということですけどもね。ね、美味しいです。それ東京でもピザ食べないんですかって来てます。ね、東京ピザ食べるの？ピザ食べるよ。え、東京ピザ食べる？何？あ、こっちのピザ。いや、番組で。番組でってこと？はい。いや、前回食べてた12月の時は。うん。12月。別の会社って言わないで。なんだ。ないんだもん、ピザブック東京はね。冷凍とか販売してないんですかね？ないんだ。やっぱ鮮度が落ちるからですかね。すいません、行きますね。何ですか？来た。あ、レインさんからいただきました。ヤッホーです。ヤッホーヤッホーヤッホー。はい、コメントいただいてます。次回のスタジオでのピザ代の一部にしてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。これさ、散々今スポンサーでピザって言ってるでしょ。はい、これ俺の自腹だからね。そうなんですか？今日はスポンサーだからってくぐれてるわけじゃない。これ俺の自腹ですから。そうなんですね。ドゲンジャーズ危機みたいなないんですか？なんないですよ。なんないんで。なんないですよ。後で井口さんに領収書持っておこうかな。井口さんってはこちらのスタジオのね、管理されてる方です。いや、ありがとう、本当ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。関東にあれないですかね、ローカルピザチェーンみたいな。関東はね、な、新潟とかあるぞ。新潟？テイホースはあるよ。10104って書いてある。あ、知ってます？あれ新潟だったんですね、僕知らなかった。調べよう。ナポリの窯とかはあるの？全国に。ないか。
東京だけ、東京だけ、横浜ってあるよね、うん、ありますよね、うん、あれ東京ですか、確かに東京でしょ、あれでも、うん、あんま地方で聞かないよね、うんうんうん、サイゼリアは全国か、サイゼリアは全国か、あ、え、そちらで、あの九州の方でのピザ屋さんで一番こうメジャーなのはやっぱりピザクックさんになるんですか、まあ、ピザクックですね、ピザクックすね、もちろん普通にピザーラさんとかもあるけど、はい、やっぱりピザクックですね、あ、そうなんですね、うん、空港とかもね、うん、宣伝すごいですもんね、うん、そうですね、本当にすごいですね、ピザクックのパネルとか、あ、グレート2がね、あ、グレート2、はい、ててはい、あれ、グレート2と野球選手と、はいはい、フォックスの人と、はい、あと博多48の、はいはい、リンクでしょ、はい、リンクってアイドルは、あ、リンクっていうの、うんうん、アイドルですね、え、ソラちゃんはそれ、ソラちゃん別の、ソラちゃんは、グループ違うよね、グループ同じ会社ですけど、ね、別のグループですね、そうなんですね、いいんだ、でもこの間ピザドッグの CM 出てましたよ、そうじゃん、グレート2と一緒に、グレート2しかじゃないの、なんだっけ、いや、僕ですね、そう、ね、そう CM の時は、うん、あれ、メンタクの CM は全然ないんだ、メンタクはマコ、変身後のマコしか出てないです、あ、キャラクターの、で、アフレコだけしてんだ、ああ、そらちゃんが、うん、だ東京で見れないんですよね、その CM が、そうそうそう、まあ、ローカル CM だからですよね、うん、で MX で東京で放送してる時は、うん、あのチラッとやるよね、せっかくの CM、うん、せっかくはやるね、ソファーで目覚めたってやるやる、朝もあるとか、うん、やるやる、やってるわ、あれ流れてる、うん、流れてるわ、確かに、あれ大変でしたよ、あれ僕やりましたもん、あれやばいかもね、はい、あ、ギター弾いてるやつか、曲に合わせてやったんだ、あ、そうなんだ、ソファーでやってる、そっかそっか、あの青汁の CM 流れてたよ、あ、青汁は流れてた、福岡リバーが飲んで、俺だって聞いたら分かると思う、うんうん、俺も九州出身だから、九州、うん、の青汁の CM 知ってるんだけど、うん、俺の知ってるのはもう30年以上前から、九州 の青汁って矢野さんのやつでしょ、矢野坊さんのね、悪役紹介の、うんうん、はいはいはい、垂れるやつですね、こうやって、ね、青汁飲んだらこう、で垂れるやつ、そんな、いや、それギョロギョロギョロだろ、いや、ちゃうぞ、こう飲んだら、本当に、本当にそんなシーンなの、はいはい、それ青汁怒りそうじゃん、救済の青汁さん、垂らしてない、垂らしてない、あ、お前また嘘だな、カリバさんに嘘ついてない、カリバさんはちゃんと飲みましたよ、カリバさん、あ、あ、福岡リバーね、福岡、じゃあ、違う違う、あ、福岡リバーカリバさんって言われてる、ねえ、だってやってねえじゃねえかよ、あの CM でしょ、そうそうそう、今最近のでしょ、あ、ちゃんとの、昔のやつ、昔のやつ、昔の、え、矢野さんのやつ、矢野さんのやつ、なんてやってた、なってもなるって言って、そうだよ、本当に本当です、これ放送残るからな、本当ですよね、誰いやいや、あのチャットの方々も質問したら皆さん教えてくださいますよ、なんか結構 ね多分垂らしてないな、いや垂らします、垂らしてない、垂らしてないな、俺はでもこれまずいっていうの、そう、僕もまずい、まずいの印象ですよ、飲みの子だって見てんだもんね、昔、リアルに、僕も昔見ましたもん、リアルに北九州で見てた、お前が嘘つく時の顔してるよ、僕も宮崎で見てましたよ宮崎流れてねえだろ、流れてます、チャンネル3つしかねえだろ違いますよ、2つですよ、2つ2つじゃねえか、少ねえじゃねえか、民放2つですから、昔、うん、俺らも九州で、うん、ユーチャンスのなかった、ユーチャンネル、ユーチャンって分かる、ユーって分かる分かる、ユーチャンネルね、あったあった、東京でもあったあった、ユーチャンネル、ユーチャンネル、ユーチャンネル、一からほらユーってあったんだ、確かにユーチャンネルってあった、ユーチャンネルってあった、あー、それのユーチャンネル、田舎に、田舎に行くとユーチャンネルだけ、ユーチャンネル合わせて下のダイヤルをこう回すんですよね、うん、あ、そう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 、ありましたね、合わせこのね、ラジオみたいにね、調整するんですよね、合わせるんでね、そうだよね、そうだよね、そういうのが知らない、ゆうちゃんの、僕こっちじゃなくて、あのポチッポチッこっちの方ですよ、いや、そうやろね、あ、銀色のボタンを押す方だ、あ、ちょっとハイテクでしたおい、ちょっと若く言うんじゃないのか、昔のもうこれ知ってるこれ、この電話、電話これ、あ、それ黒電話してます、
子供たち知らないでしょ今。知らないみたいですね。公衆電話とかも。そう、知らない。まあでも一応あるあるけど使い方わかんないでしょ。うん。まあね、お金入れてない、わかんない、回せないもんね。うん、今はね。今みんなね、公衆っていうか、うん、使う人、まあ、いるんだろうね公衆電話。ある。多分需要があるでしょうね。まあ需要ある、ね、携帯を持ってない人とかバッテリーなくなっちゃったとかどうしても連絡しなきゃいけないんだよね。うん、ああ。見ながらだって昔去年な。あ去年。うん。3分しか持たないちっちゃい携帯すごいちっちゃい携帯でこれだよ。そんな小さいよね。耳に入るじゃん。いやでも本当にこれぐらいのこれ、いやそれは本当だ。これぐらいの携帯してる。小さい携帯だったんですよ。これぐらいかな。うん、あ随分ちっちゃい。3分しか持たない。これぐらい。でこうやって3分しか持たない。もう会話できねえよ。ちょっと待って切れるからっつってバッテリーがね。でやっと 3G がなくなるということで、仕方なくスマホにしました。今年だよね。最近なんですね。え、じゃあずっとガラケーだったんですか？なんかガラケーというかこう一応タッチパネルだったんですけど、あこれぐらいのピッピッピっていう、はい、じゃあスマホみたいでこうスライドとかできなくて、あただ画面をこう押すだけで、あなんだそれっていうの、あのなんだあの前時代の携帯みたいな、あのほらなんかこう食べるタブレットあるでしょ、はい、あれぐらいの大きさだったよね。いや本当にちっちゃかったフリスクぐらいの、これぐらいです。そんなちっちゃい、あれお前それフリスクの中身の大きさ箱だっつの俺はフリスクと守ったら分かんない、まあ、ある意味これぐらいの携帯持ったらすげえぞ。いやもう打てねえじゃねえかよ。確かに打てさっきからおつまようじで、おし、まあ、おしよもうこれといいよ、お前これといいよ、全然喋ねえな。もう聞く派なんです。何が聞く派だ。あのちょっと聞いてもよろしいですか、はい、あのスタジオ、はい、どうぞどうぞ。あの富永さんと押川さんはどこからこう知り合いになったんですか？事務所の後輩ですね、はい、あ先輩後輩、そうなんですね。僕は未だにいるんですけど、そうですね、全員、うん、番組で言うと空が、クーガですかね。クーガの頃に出会った？じゃじゃ、なんかクーガの頃タイムレンジャーですもんね。そう、タイムレンジャーあれっす、アクション大魔王。あそっか、アクション大魔王か。じゃあお前あの土方とかなんか春田さん主演の舞台とかも手伝いしてた。はい、出てたし。あそう、あれアクション大魔王で俺のバットマンを引いてたんだっけ？バットマン僕上にいましたもん、あのスライダー降りる人の怪獣。野撃だっけ？野撃でやったっけ、はい、スライあのバットマンなんかビューって飛んでいったじゃん。飛んでいった。あの時引いてた。いや そっちじゃなくて、あのや客席の屋根側から、うん、3人スライダーで降りてきたじゃないですか。降りてくるんですけど、誰が降りてたっけ？渡辺さんと、あはい、あちょっと待って、あの話がね、はい、レアすぎて、もうそうですね。ね、まあ、あの現場の話できない。飲み会じゃねえんで、飲み会で、知ってる人いないんですか？ジャパンアクションクラブ時代のアクション大魔王っていう舞台があったんですよ。後楽園の野劇っていうね、外の。そう、野外劇場って後楽園にあった時ね、今あのスカイスカシャじゃん、ジーロストになったけど、ジェットコースターが飛んだりしたそうです。そこで夜の時にやってた舞台で、あのアクション大魔王っていう舞台が、それを、ジャックでやってたんですよね。その時にだから富永と押川が出会ったってことかな。いやだから、え、なんだ、え、俺なんか練習一回行ってなかったか、なんかもう時代って一回なんかやってて、あれ違ったけどな、仕方とか俺あってるし、あ仕方ね、いますね僕。じゃ仕方同期だっけ？仕方同期です。そうだよね、北海道帰ってきて、はい、うんうんうん、印象的にはどうですか、お二人の初対面というか。え、印象的だから、富永が押川に初めて会った時どんな印象だったっていう印象、うん、今と全然違いますからね。どんな感じだ、見た目が。最初、あ、見た目がね。そんな変わりました？まあ、毛があったからな。毛が毛ありますよ。いや、違う、もう割とふさふさだったからな。毎回そこは触れるんですね。結構こう、極真ガンガン行っちゃうんだよな、極真ガンガン。はい、それで俺聞いて、なんで極真やってんだろうさ。あ、そうなんだ。ほんで、パイ、え、そのまま何だ、宮崎はそのまま来たのさ、うん、神戸でパン屋をやってました。え、パン屋に本当はなりたかったの？いや、違います。就職したんだろ、一回。一回就職して、あ、
高校卒業して、はい、パン屋に就職したの。お金を貯めるために。ああ、アクションやるために。なるほど、ね、そのために貯めたの。すごい。そこでパン屋やって。そういうことか。え、オシカーはジャックに入った理由っていうのは、はい、なんかジャックアクションのさ、アクションチームいろいろあるじゃん、はい、なんでジャックに入りたいと思った。いや、タウンページで調べたらそこが出てきたから。サスケ本当だよ、早いよ。僕の名前は嘘ばっかり。それ、ちょっといてほしいですね、そのタウンページ。え、早いな。マジで飛びながらそうなの。俺タウンページじゃなくて、俺は、うん、カンフーズ館大全集っていう、こんな分厚いブルースリーとか。あー、昔あったね。リーリンチェン、その頃リーリンチェン、リーリンチェンね、うん、とジャッキーチェンの、はい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 、こういう分厚い本が、うん、あの大百科みたいなやつね。そうそうそう、こう見たらジャパンアクションクラブ、うん、住所書いてたんですよ。うんうんうん、昔そうだったよね。で、うん、で俺はそこにはがき書いたんですよ、うん、リスナーじゃねえけど、うん、さっきの、うん、入れてくれっつって、うんうん、ほんならオーディションありますよっつって、あ、電話かけて。それはほら、でもアクションチームっていっぱいあるじゃない。なんでジャックだったんだろう。俺知らないんですよ、九州の田舎もんだから、うんうん、俺別にアクションそれでもジャックしか書いてなかったわけじゃないでしょ。ジャックしか書いてなかった。いや、ジャックしか書いてなかった。あ、それはその本はその時はね。あ、それでジャックにってことだったんだ。そうです。そしたら入ったら、うん、大シートで合併して、うん、江戸村に行かなければいけなかった。ああ、そうだよね。5年間の島田らしい。あ、そっか、江戸村5年行ってたんだっけ。そうそっかそっか。あ、時代劇の同じような、本当に。時代劇の。うんうんうん、本当タウンページですね。本当にタウンページだよ。タウンページ。ジャックっていうのは知ってたんだね、単語は。いや、知らなかったです。え、マジで。何で調べた？タウンページだった。パン屋の先輩が、うん、そのパン屋の、うん、お店の前で、うん、バク転とか倒立とかして遊んでたんですよ、うんうん、休憩時間に。迷惑な店員だな、俺。それやってて、でその職場の先輩が何してまんねんっていう話になって、いいね、そういうディテール。それで、うん、それで、あの神戸、はい、神戸、神戸で。神戸ってそういう言葉だよね。こんな感じです。何してまんねん。本当違います、はい、違います。地元だから。地元なんで。みゆちゃん神戸だから。こういうか、何してまんねんっていう感じですもん。違います。神戸は上品な街なんでしょ。そうですね。で、なんでおまっていう感じですか。なんでおまってなんだよ。なんかそういう感じで、あの滋賀とかと混じってる。いや、だってそういう風のをやるためにパン屋で金貯めたんじゃない。スタントはやりたかったです。動きが動きたかった。動きたかった。で、やってる間もずっと練習したんです。で、それでジャックっていうチームあるらしいぞって。知らなかった。知らなかった。誰かから聞いたの。聞いて、その先輩に聞いて、その一緒に東京行った時に電話帳で調べようって、パパパパ、当たった、ジャック、ジャパンアクションとか。あ、そうやって調べたんだ。ジャックってあるって聞いて、え？ほら、でもお前もともとその時も、え、あ、どうぞ。あ、いやいや、その時大シーンの合併したかったか。もうしてたんじゃないな。独立したかった。多分してると思います。独立してんのか。新宿のあそこの事務所ですね。あ、独立してるわ、有限会社の時だ。あ、そっか。あ、そう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 、有限の時です。あれでしょ、あの十二層の方でしょ。そうそうそう、新宿のね、十二層の方に。あの、未だにあの空き家になってるところね。この何でしたっけ、新宿村の近くです。そうそう、新宿村ライブ。あ、その近くだったよな。もうこんな住所行っていいんですか。違うんだよ、今違うんだ、そこじゃないんだ、ね、今も新宿だけど。新宿違うでしょ、今場所はね。違う。でそこに行ったら、なんかいろんなポスターも貼ってあったんですよ、映画。だってお前ね、その頃はあんまり映画見なかったんだ。今ほら映画すごい見るじゃん、好きで。あ、その時も映画見てます。見てて、それでジャックっていうの見て、日本の映画あんま見なかったね。日本の映画見てなかったですね。あ、そういうこと。ほとんど今動画でしたね。コウタロウをばかり通るとか、伊賀のカバマルとか。あ、全然見てないですね。あ、そうなんだ。で、戦隊ライダーもやってないんですよ。やってない。宮崎は。え、放送してないんですよ。あ、ライダー、戦隊ライダーも確かに。チャンネルも確かないからね。子供番組全然見てなかったんですよ。放送してないんですか。放送してなかったですね。で、うちの今やってるでしょ。今やってるんですけど、ね、今も関係ないでしょ、スマホがあるから。あ、まあそうだね。うちの母親がなんか変なキャラクターの弁当箱をずっと持ってたんですよ。アルミの。はい、あれ、おしか用に買ったんじゃなくて。いや、もうほんとちっちゃいやつで、これくらいのやつで。お母さんが持ってたの、それ。はい、でご飯だけ入るようなやつ。ああ、で、それをこれは何の絵なんだろうってずっと思ってたんですよ。で、ゴーカイジャーで変身した時に、
これだって言ったらダンカーで見たい。お前がなんか知らなかったけど、うわこれ見たことあるの、面倒を追うかこれライダーったヒーローがジャッカーで撃退で、はいはい、それで自分で着てみては思い出したんだ、着て、あこれなんか見たことあると思って、そうか、だから昔の戦隊に、そう、昔の戦隊ジャッカーね、もう弁当箱ずっと使ってた、ジャッカー電撃隊、あそうジャッカー電撃隊ってゴレンジャーの次、次昭和52年とかかな、はい、だからそれお前生まれてるよな、生まれてる、多分生まれてるんだよ、お前のために買ったんだよ、お母さんも、かもしれないですね、お母さん50年一緒だから、お母さん買ったけど、お母さんもだって お前が見てないってことはお母さんも見れないんだから、多分見てない、お母さんもほぼ勘で買ってるってことでしょ、ヒーローの向こうでね、男の子だからヒーローでも放送はしてねえけどみたいなことでしょ、かなり似てんな、お母さんもお前それでもう豪快じゃで、なんかもう本当に、何、うん、でしたっけ、アヒ体験じゃなくてアハ体験、アハ体験、それももう本当に電球光りましたね、電球光り、古いな発想がお前映像表現がお前一応アクション監督なんだから発想がお前電球が光りましたね、怖すぎるよ、いつかとしてお前うわこれだ、でもバチッとはまったけど、赤塚不二夫先生のせいかひらめいた、あ、そうキーンじゃあ、豪快じゃ携わなかったら知らなかったんですね、弁当箱、ちなみに知らなかったです、知らないまま、そのお弁当箱のあれは何か分かったんですか、何の戦隊、押川ブルーだったんだから、ジャッカー電撃隊のダイヤジャックでしょ、多分ブルー、僕やったらダイヤジャック、あもう覚えてたんだよ、スペードエースの赤いやつ、お弁当箱、お弁当箱は全員いたんですよ、あ、4人いたんだ、で、1人、あスーパーワン、あ、ビッグワンじゃないですか、ね、違うよ、ビッグワン、あ、ビッグワン、ビッグワンが先頭にいて、うん、これが何なのか分かんなかった確かに、浮いてますからね、先頭にいてじゃないんで、センターにいてなんて、日本語と英語混ざってんじゃねえか、本当に、ね、この人ずっと何なんだろうと思ってたら、それも、うおぉ、ジャッカーのね、行動隊長ね、ビッグワン、白いやつだっけ、白いやつ、宮内さんの編集、宮内さんが編集して、あっ、宮内さん、うん、でそれで分かったんですよ、それでジャックに入ってよかったなと思いました、それでジャックに入ってよかったそういう結論なんですそれはおかしいな、もう本当に謎は全て解けた、あでもそれちょっとすごいね、はい、なんか記憶に残ってるけど、まさか自分がそれを着る日が来るとは知らねえヒーローが弁当にね、弁当箱に書いてあってってことでしょ、あのアルミのやつだろ、アルミのやつ、昔のね、うん、ほんとびっくりしました、うわこれだと思ってすごいね、それはすごいね、俺はそれを着るという、でもなんか宮崎の2ちゃんっていうのもすごいな、ほんとヒーローやってない、ヒーローでこの番組やってないっていうのもね、いやチャットの方でもコメント来てますよ、あの返信してたの見てましたってちゃんと見てね、豪快じゃん、うん、ありがたいです ね、いやそうね、だからそっかもすごい話だな、それは豪快じゃね、気づくって、豪快ですよ、最近ですか、豪快じゃやってよかったね、でもね、やんなきゃ気づかない、豪快じゃあれか、海賊の、そう、海賊のあのみんながいろいろ変身するやつ、あの昔の戦隊にね、うん、はい、あれが、そうか、もうでもあれ豪快じゃん、10年前か10年前ですね、これ、うん、天圧やったもんね、天圧、天豪快、あのオリジナルのね、全部じゃないけど、基本オリジナルのスーツアクターが入ったシーンが福沢さんもレッドとかさ、あの東映の隣の地下で撮ったから、そうそう、あのオズやったから、そうそう、あの地下中ねでやってたんだね、みんな着るときにあのわざわざプロデューサー陣部全員着てくれて、うん、いやそれはそんなに嬉しかったですね、痛いもん、オリジナルキャストだったね、やっぱで、豪快ジャー自体もだってお前がほらブルーやってたから、山田君もね、山田君がなんなら陣頭指揮取るぐらいの勢いで、テンヤーズはね、なんか忙しい中来てくれましたね、そうだよね、スケジュールもないなと、もうあれですね、ポテトモードになってる感じですか、もう押川さんがポテトモード、ポテト食い出すと芋が食べてないです、まだ、あ、まだですか、あれまだですか、まだね、割とでも進み良くないですか、もうなんかなくなっちゃう勢いで、めっちゃ芋食ってるじゃん、今日はなんか、まだ半分あります、あ、まだ半分あるんですか、あるよ、まだ、結構鈴間さんばっかり食べてます。食べてる。もう今食べてる。今食べてる。割と遠いんだから、ね。今回はガチ食いですね。と書いてますけど。そうですか。確かに。なんだったかな。前の時はゲス
ね、なんかあ、そうですね、北九万さんだったかな、うん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 、ね、来た時とか割と、うん、おしゃべり違うんですよ、あの違うんですよ、実はね、はい、実はね、あの前に、その前に北九万の前に笹井さんと吉川のやつがあったじゃないですか、はいはいはい、ベロベロになったんですね、あの時にその回うちの嫁も見ててね、うん、うちの嫁も見てて、あの癒やしいと、もぐもぐあのお前ね、すごく醜いと、あのもぐ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 食うと、じゃじゃアクション感はいいんですよ、あのスタンドマンは食べる人は、はいはい、お前がね、もぐもぐ食って見苦しいぞというので、次の回はちょっと控えたんです。あ、なるほど、そういうことだったんですね。ね、生々しいな、面白い、リアルすぎる。全然気にならないですけどね、うん、こちらは。だって、うん、いつもだってほら、こちらアシスタントさんが徐々に9時過ぎあたりから様子がおかしくなるじゃないですか。ベロベロになりました。まあちょっと一回置いといて、うん、いきますよ。はい、何ですか。デデブベガさんからいただきました。やっほー、やっほー。ちょっとタイムラグはご用意します。タイムラグがない。タイムラグ、ほぼ山なんだよ。やっほー、山来とんのかい。やっほー、山のやっほーじゃないですか。いや、いいです。やっほーとか。割と軽い方で、やっほー。なんかコメントいただいてますね。トミーにお酒をとのことです。やっほー。テレ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 のほう。いや、ないのよ。テレ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 、やっほー。あれはマリオタインってやつじゃん。僕あれできますよ。やばいっす。ダミナがお酒だって、お酒はお酒ないよ。どうぞ、ビール飲む。俺ビール。ビール、オッケー。なんか見てる人が気になってる、トミーにお酒をって言ってるから。お、すげえ。はい。だから、ビールですか。そこはやっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。でも島津健太郎さんが、はい、トミーいっぱい飲ませてくださいって言ってたよ。ここ今日だから島津健太郎さんがね、今日のグラサンナイトで、はい、トミーにいっぱいお酒飲ませてくださいって。なんで？わかんないです。ちゃんとお店やってんのかな。うん、やってますよ。俺この間行ったら全然知らない兄ちゃんいて、うん、あれ島津さんはさ、うん、今日来てないです、うん、まあ撮影入っちゃったりするとね、うん、いや、あんまりね、うん、お店出てないみたいですよ。あ、そうなの。で、伝えときます、お名前はすけど、いい、伝えなくていいです。あ、お、ヨコさんとおみちゃんが行ったみたいよ、島津さん、うん、お忙しいんじゃないですか、うん、すいません、行きますね。来ました。どこ行くんですか。力行きます。そうです。行きますよ。ハッピーマッピさんからいただきました。ヤッホー、ヤッホー。タイムラグ合わないな。これは難しいですよ。行きますね、うん、あ、豪快ジャージ代からずっと応援してます。ドゲンジャーズ撮影頑張ってくださいとのことです。お、応援ですね。どうですか、撮影の方は。あ、順調です。この間ちょっと雨降っちゃって、はい、残が出たけど、まあね、まあ、あ、会長ということで、うん、あ、何よりです。そうですね、あの今日東京雨とかだったんですよね。天気良くないですね。はい、はい、なんかすごい寒かったでしょ。なんかね、東京も寒くて、寒かったです。ったって、うん、こっちは天気良かったですよ。あ、ね、あ、暑かった。暑くはないけど、暑くはない、暑くはない。暑くなかったみたいです。暑がりだよ、お前。暑がり、おしや暑がり。暑がりだ、ね、現場にいますもん、それで。うん、ね、うん、夏の装いですもん、現場にいますから、本当に。まだ半袖にでいる人もいるんですか。半袖な人もいる。い、暑い日もある、ね、昼間ね。昼間ね、昼間はそうね。なんか27度とか。あ、そう、27度とかあったよ。暑くて、夏じゃねえか。それは暑い。へ、ね、そうそうそう。いや、会長最近は寒い。まあ、涼しいよね、最近はね。どうですか、これもう一気に撮るんですよね、もう必要な部分。そうですね、12本を一気に撮りますね、2ヶ月で。普通こういうのって3ヶ月かけるところを2ヶ月。あ、2ヶ月で凝縮して、それ、はい、それって単純にその、はい、何ですか、こう効率性を求めてるんですか、それとも気合でこうガーってやっぱり、まあ、遅くまで予算ですね。予算、あ、いや、日数が増えれば当然予算も増えますよね。でも鈴村さん、鈴村監督は、はい、僕3期から参加なんですけど、はい、優秀ですごいですよ。ありがとうございます。1時半とか昼間の2時とかも終わる時がね、多々あって。ああ、でもあったよね、うん、そういう時ね。へえ、大体ね、大体もう
5時前には終わる。あ、すごいですね、早いですね。へぇ、まあ、まあなんとか頑張ってやってますけどね。結構回転早めにしてますもんね。うん、まあ、おしかもでもね、頑張ってアクション監督やってくれてるおかげで。あ、そうっすね。もういろいろ悩みながら、やっぱりね、あれなんですよ、もちろん富永たちみたいにベテランもいるんだけども、九州のスーツアクターの方とかも出ていただいたりしてますよね。なので、そうするとちょっと我々東映でやってきたメンバーとかとまた違って、まだ映像とかショーとかはよくやってるけど、映像の方がそんな慣れてない人もいたりするわけですよ、うんうん、それをこう、まあ、混ぜてやってたりするんですけども、はいはいはい、ジャックさんたちとね一緒にやったりとかして、やっぱりそれに、まあ、怪我させちゃってもまずいでしょ。だからその、うん、要するになんつうのかな、そのできる身体能力みたいなね、うん、ものも含めて、そこをやっぱり見極めてやるってことがめちゃめちゃ大変なんですよ。でも時間ないから、ほら、でも焦らすと怪我しちゃうしっていう、そこの見定めるとこってんですかね、なんかそれもすごく葛藤しながら、でもクオリティは下げたくないからって言って、もうものすごい戦いながら、その自分僕がだから、例えば役者ができない役者がいて、その役者に対して言うのと同じようなことですね。だから、その役者にいろいろもっとこうやれってことを言うのと同じように、押川もアクションをもっとこうやってっていうことで、僕の場合は芝居が下手でもそれで怪我することないけど、できない人間にこうもっとこうやれってことは、芝居は大丈夫だけど、アクションの場合できない人間にこうやれって強引に言ったら怪我しちゃうんだよね。そういうところの見定める責任感っていうのはすごいです、やっぱね、うん、とあと時間で、やっぱ冬だから太陽の時間がね、やっぱりどうしたって出てる日照時間が短いんで、はいはい、その中でいかに面白いアクションをやりながらなんとか取り切ろうというような戦いを毎日やってますね。いや、チャットでも来てまして、うん、福岡のスタッフに技術を教えながら撮影するの去年より大変ですかって。いや、そんな技術を教えるっていう、そんな、うん、あれじゃなくて、なんか一緒に作っていくっていう感じですかね。すごくその、なんでしょうね、教えるっていうスタンスではないよね。なんか、まあ本当にキャメラマンの方とか照明技師の方とか、あの、まあ、録音部の方もそうなんですけど、一生懸命食らついてくる、はい、来てくれるもんね。すごくそれに対して、やったことないのに、アクションとかそんなにすごくやったことないのに、それでも食らいついてきて、いかに面白い、あの、我々が納得する絵を撮ろうってしてくれてる、撮ってあげたいっていう気持ちとかがあってやってるんでね、非常になんかいい環境だよね、ある意味ね。やってて楽しいですね。ああ、それね、前も、前回もね、おっしゃってましたよね、あの、やってて楽しい。そう、楽しいですね、なんか。だからそれがなんかすごく、やっぱり大変だけど、楽しいのが何よりじゃないですか、言ったらね。なので確かに、確かに。なんで、いろいろ、細かい内容はね、言えないんですけど、なんか、3期ではできなかったような絵とか作ったりとか、なんかいろいろな面白い絵というか、ああ、そうですね、今回ね。今回、そうですね。そう、だから挑戦的な、ことをいろいろやったりもしてるんで、ぜひね、楽しみにしていただけると思うんですよね。で、なんかどうやら今回、その笹井プロデューサー曰くですね、今までね、大体、まあ、4月クールで始まるドラマなんですけどもね、もちろん同じく4月クールで始まるんですが、情報概念をね、まあ、小出しにしていく、もちろんしていくんですけども、12月あたりからちょこちょこと出して行こうみたいなことを言ってるみたいなので、もう来月じゃないですか。そうなんです。だからそうなると、もしかしたら次のグラサンナイトあたりで、まあいろいろと情報が、まあ分かってくることもあるんじゃないかなというところですかね。今言っていいんですか。ダメだよ。12月だったのだから、ね、今11月じゃねえか。12日からじゃ。12日からじゃねえわ。ダメだ。あの、言っていいわね。この時期になると、ちょうど九州場所が始まる頃なんで、はい、毎回その時来るから、力士がいっぱいいます。あ、いや、どうでもいいわ、それね。力士情報、あそこですよね。福岡サンパレス、サンパレスの近く。いいんだよ、力士なんでしょ。でも、なんかあれ、知ってる、あの、車が脱輪だかなんかしちゃって、お相撲さん、重すぎてそしたら、違う、そしたらたまたま九州場所で来てて、力士たちが上げたくすぐあれしたんです。すごい、ごっつぁんですと言って、されてねえのにごっつぁんですは言わねえだろ。
絶対力士たちは金払わねえからごちそうさまですいや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 それでもいやいやちょっと待って谷町に怒ってもらうんだちょっと待ってごちそうさまです富永富永ですそれあの飲み会じゃねえんだよ金払わねえからだから配信なんだよやめてくれ力士見てるかもしれないだから収録ですよ収録いや配信とか生配信でそれアーカイブで無限に残るんだよこれやべ力士たち見てるかもしれない見てるかもしれないでも相撲って素晴らしいですよね素晴らしいなって突然じゃねえか淀坂とか淀坂さんみたいなまだ前半も全然関係ない九州話やけどもう大渋滞だよもう協定あるじゃんポートレスあの様子訓練養成所って福岡しかないでしょそうです大和協定所です大和協定所大和です大和あそうなの養成所があるの大和訓練所練習するところあそうなんだ福岡にしかないでしょあ、柳川はどっかじゃなかった柳川待て俺もちょっと乗っちゃったけどいいんだよ協定所の話はみんな聞きたいかねえんだ別に協定所居酒屋でも元々は元スコにあったんですいらねえんだよその情報元スコにあっただから協定の CM で乗ってんじゃねえ九州弁やもんねめぐみさんとかねそうそうそう九州弁やもんね九州なんとかなんとか倍ってなんとかが多いな笹川さんって協定笹川さん協定です笹川さん協定名前変わっちゃいました笹川賞ってありましたあの銅像が俺んちの近所にあるんだよねどうでもいいんだよそうですね東島よーこぼしちゃってちょっと待ってこんなにバンバンに入ってるすごい入ってるかいこれ何ですかそれは今開けたの水ですあ水です。すりきり1杯入ってるから開けたしまう。すごいね。押したらこうピュッてさ、あの子供がこう見てピッてってピチッてってわーってこれってビュッてビュッてこうやってガチャッて出たとかいうのが放送禁止じゃないですか大丈夫ですかいや無理やりそんなふうに言わなきゃいいじゃねえか放送禁止じゃないんですかじゃないのよダダ漏れとかいやダダ漏れは大丈夫よ別に。鈴川監督はそのアクションについてなんかこうなんですかねこう押川さんと相談して決めていくんですか、はい、なんかあそうですだから押川が、うん、いろいろアイデアを考えてくるじゃないですかで、はい、例えばこういうのってどうしましょうかっていうこういうんじゃダメですかねとか例えばこういうアイデアどうでしょうっていうようなことで打ち合わせやっぱりなんていうんですかね、芝居とアクションをきちんと融合させたいというか、なんか、はい、アクションパートになりました、はい、アクション終わりました、芝居になりますっていうのは嫌だなって話は前からずっとしてたんで、なんかその、うまくちゃんと融合して、ちゃんと意味のある、もしかしたらやりたいアクションって、ただただ殴ったり蹴ったりじゃなくて、なんか意味がある、なんで今殴ったのっていう、ムカついてるからだよ、お前がじゃないって例えばね。だから、ドゲンジャーズってドラマしながらアクションしてる印象があって、どう決めてるのかな。そうですね。だからなんかそこがなんかすごくこうちゃんとそれぞれのキャラクターも濃いので、ドゲンジャーのキャラクター一人一人がね、キャラクター性が強いからそれに合ったアクションだったりとか、その性格に合ったアクションだったりとか、その気持ちを組んでやっぱりアクションしていくってところが、まあ押川が考えてこういうのはどうですかねって。って言ってただまた台本がややこしかったりするので、その中でじゃあこれってどういう解釈でこういうふうにやった方がいいかなみたいな話とかっていうのはして一緒にすり合わせてやってみたりはねします、ね。はい、そうなんですね。まあそういう作業も楽しいは楽しいんですけどね、難しいですけどね。そうなんです。だからまあね、なんか、その制約として考えるときに、例えば仮面ライダーとかウルトラマンが、まあスーパー戦隊もそうですけど、バンダイさんがメインスポンサーでいて、おもちゃをいかにかっこよく見せるかとか、おもちゃのよりを取るかっていうことがあるじゃないですか。ね、それをなんていうんですかね、我々ドゲンジャーズはそこではないんですよね。おもちゃを見せるということとはまた違うというか、だから逆に変身ベルトみたいなものが、例えば変身アイテムがあったとしてもいちいち寄らなくてもいいし、そのおもちゃを売ろうとするカットを取らなくてもいいんです。その代わりといってはなんですけど、いろんな会社から例えばスポンサーがいるじゃない、例えばピザックさんもそうですけども。例えばね、福屋さん明太子のね、福屋さんとかもそうですけども、その逆に福屋の明太子をバンとちゃんとバンダイのおもちゃの代わりにね、ピザを取ったりとか明太子とか、そういう形で、まあ新しいなんか僕はビジネススタイルだなってちょっと思ってはいるんですけど、そのこういうキャラクターもので、ね、面白いじゃないですか。なんか、まあ、確かにタイガー&バニーとかね、富永とかもやってたけども、
あれに名前がスポンサーじゃないか、ね、企業名入ってますよね、キャラクターの企業名が入ってると同じように、なんかそれの実写版じゃないですか、その企業で実際にそのスポンサーのものをドラマに、ドラマの中に生かしてやっていくっていうのはなんか新しいなと思うんですけどね、うんうん、私はね。アイバニは別にこうスポンサーのあれが入ってるけど宣伝してないですからね、うん、まあ入ってるだけだよね、うん、その宣伝は、うん、劇中ではね、うん、だからそれをドエンジャーさんするもんね、宣伝は。あ、でもアイバニジャック入ってますもんね。あ、入ってる入ってる、見たもん、はい、バイクにやろ、ジャック入ってるの、入ってる、 JE で入ってるの、 JE って入ってるんです、エンディング、あ、入ってるんです、バイクのステッカー入ってるんです。あ、そうなんだ。あれも金を出してんだ、出さないでしょ。いや、こっち見てどうすんねんね。やめて、出さないでしょ、じゃないコメントしようがないですよ、こっちから。ね、下手すら鈴木さん見てるかもしれない。鈴木さん、かかってないですか。あ、そう、あ、かかってないけどね。台場に僕好きで。あ、そうなんですよ。もし好きで。俺実は、やるまで知らなかったんで。あ、台場に自体はね。うんうんうん。俺、好きなんだっつって。うん。で、その時レギュラーで忙しかったから、あの映像で出てるんですよね。そうです、5000円じゃん。そうだよ、ね、いや、そうだよ、お前、そう映像でレポーター考えて、レポーター考えて、あ、レポーター、お前あれだよ、豪快じゃん、記者豪快じゃん、豪快じゃんのこれ、記者かなんかやってんだよね、映像で。俺が富山出てたよ、悪徳警官兵士署長かなんかね。そうだって俺見に行ったもん、やってんの、舞台、そうだ、そうそう、あの娘役がです、カリンが、そう、荻野カリンが出てたから、アキバレンジャーのイエローが、そうそうそう、見に行った。あの子やあれ、エイト君がだから、あれだよね、怪我して、怪我して、で、富永入ったんだっけ。いや、俺、富永さんは俺、タイガー入った。タイガー、あ、そうか、ヒカルさんが、あ、ヒカルが、あれか、エイト君の代わりスパイハイガー、ヒカルさんが、一応、盾師だったんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。ヘイターをやりながら、なんか、あれに出てくるなんか、キャラクター一人の客を振る、はいはいはい、なんかバラエティタレントみたいな、それがヒカル君がやってたんだ。で、怪我が出てから手をつけたヒカルさんがいいんじゃねえかって言って、お休みじゃねえかって言って、大変ですよ、だから次の日ですからね、本番が。あ、そうか、ゲネで怪我したんですよ。あ、エイト君が、エイト君がだからヒカル君がそれ代わりにやってあれしたんでしょ。いや、次の日から本番はね、本番やったんでしょ、次の日からでしょ。でも僕、野劇で、僕の同期のやつが、うん、なんか怪人やってたんですよ、うん、で階段から飛び降りたら足捻挫したんですよ、中島、はい、捻挫して、で、僕補助で入ってたの、兵隊か、うん、兵隊入って、で、ゲネで怪我しちゃったんですよ。で、もう首脳陣たちが、ね、話してるんですよ、うんうんうん、どうすんだこれ、明日、明日だもんね、明日どうすんだ、で、できるやついないのか、もういねえよ、でかいよ、誰か いただろ、あいつでかいの、はい、で、僕の名前言ってて、あいつはダメなんだよ、なんでだ、足が入んねんだよ、つってこいつ足バカでかいんで、そう、ブーツが足が入んないんですね。33センチ、でかい、35センチです。いや、でかすぎる。いやいや、さらに雪男ぐらい、雪男ビッグフットだよ、本当に。29センチですよ、30センチ。だって押川だってあれだもんな、あの兵隊のさ、お前用のブーツだったもんね。そうそうそう、僕用のブーツをなんか作ってくれて、あの本当は兵隊って、まあ、フリーサイズじゃないけど、いろんな人が入るから戦闘にね、あのフリーサイズみたいなブーツなんだけど、押川だけ入んねんで、どのサイズも。だから押川用のブーツだったね。ほんと 6着あるんですけど、ブーツが、うん、26 6足あって、でもう一個大きいやつ、それとは別のね、それとは別のね。え、ルーキーの足もでかいんですか。じゃあルーキーの足もでかいですね。金のかかる男ですよ。だからめっちゃ笑顔。悪の秘密結社のキャラクターはオッシーサイズで作ってるから、変態でもブーツは27センチだね。ガバガバじゃない、女の子とかね、すごい大変だって。大柄なんですね。でも中に靴履いて靴履けばいいんじゃん。そうやな、マジか、靴履いて靴履く。でも豪快じゃん、時北川さんのやつは履きましたもん。履けたの。いや、本当に指がこうなってました。北川さんってこう転足みたいな、こんなのね、すごいちっちゃくて、だからこう足がこう大きくならないような中国だったでしょ。ああ、あったあったあった、あのサイズなんだよな。はい、いや僕もそうなりましたもん。歩けだよ。でもすっごい
みっちみちきついんですよ。うんって言ったら背中チャックがブチャブチャブチャって飛んでて、で背中がガンガンって飛んでるんですよ。あ、そう。だから俺なんでうんってやるんだよ。うんってやるからビリビリって飲んでる。きついからじゃん、そこはそっときろよ、我慢しろよ、それいやね、これそれあるあるで、俺も他の人がやってるやつでやんなきゃいけないとか、うん、たまにある、うん、言ってくれるやつ、うん、足が、俺もでかいんですよ、足。あ、そうなの。俺も 27.5 か8ぐらいあるんですよ。あ、大きい。だから、あれ履いたらもう痛くて、もう爪がね、ギュッとなって、もう真紫色になって、結局こう、壊死して死んじゃうんですよね。怖い。いやいや、あの爪がこう死んじゃう、死んじゃう。だからまた育ててなきゃいけないっていうね。だから生爪、剥がないんですよ、剥がないんですよ。だから死んだ爪がずっと伸びていって、でやっとちゃんとした爪になったら、あの後はまたやってって言われてまたなるっていう。ああ。それね、特撮あるあるやな。あるある。サイズ合わないんですね。豪快じゃんってか、本当もう豪快チェンジしたら、うわこれ聞いたかーってもうめちゃくちゃ嫌でしょ。特撮あるあるで、変身すると動きが悪くなるんですよ。あ、そう。変身しない方のが、リハの方がいいんだよな、動きな。あ、面とかしない方が。ああ、そうだよね、面とかするからね、やっぱリハはしないからね。そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。で、足まで入ってなかったらもうクロックスでやってますもん。あーあー、ね、ついてなかったらね。俺もそう、俺も普通の。そんな言っていいんですか。いや、いいでしょ、別に。もう流れてます、もう。鈴間さんに言わされてます、ね。いやいやいや、俺も初めて聞く話なのよ、まだ。大福はここにあります。そういう思いでなんかでもやられてるっていうのは貴重な、ね、あの 証言というか、うん。で、僕らはいつもかっこいいアクション見てますけど、どういう思いで来てるとかまであんま聞かないですからね。まあ、だから、そう、あの人知れず分からないで、その、ね、あの苦労、分からない苦労みたいな、その今ブースの話もそうだけど、ね、ありますからね、結構ね、そういうことで、ね、来た本人しか分かんないですからね、これも、うん、で本当にキャラクターものって、まあ、クーガもそうでしたけど、うん、アビトもそうだけど、あの見えないんですよ、面アップ用の面って全然、あ、中から線ぐらいなの、線。それってよく言うんですけど、そのでこんだけしか見えませんっていうのは、あれは逆にこんだけ見えますってやっちゃうと、なんか変になっちゃうんですか、実際に。あ、見えるように作るってこと、はい、じゃなくて、そう、見えるように作ってるのが、だからまあ一応アクション用は見えるように作ってるんだけど、アップ用だとやっぱりその覗いてますよって場所がはっきり分かっちゃうのがやっぱり嫌じゃないですか。ああ、やっぱ分かっちゃう、分かっちゃうんですね、うん、だからそういう意味で言うと、まあちゃんとね、なんかアップ用の時は見えで、大体下しか見えないんですよ。下、あ、下、足元の方、下のこのこういうスリット、そう、あー、そこが線で見えるんだ。そう、だからそうすると結局、だから慣れてないスーツアクターの子とかって顎を上げちゃうんだよ。あー、こうやって引いてる、かっこ悪いでしょ。なるほど、なるほど。顎引いてる方がかっこいいわけですよ。でも不安だからさ、正面見えないからさ、みんな見ようと思って顎上げんだよね。あー、それがかっこ悪い。でもやっぱりちゃんとみんな、富永とか押川みたいな人は、もうあの顎をちゃんと、もう足元しか見えないけど、それでやって、まあ、高岩さんなんかも面白いですね。じゃあ見えてないのに、だから 見えるというか、こう距離感とかがつかめる感じなんですね。例えば電飾面だとライダーも目が光ったりするのもあったりするから、うん、そういうのだと本当に見えなかったりとかするし、今は割と LED で熱くならなかったりするんだけど、昔本当面が、トミーが一回なんか焼けたよね、一回ね、焼けたよね、一回、そうそう、なんかあったの、ね、なんかここら辺に電線が通って腰なんだか目が光るような電飾面があったよね。ベルトのところにバッテリーがあって線があって、うん、僕いましょう、これなんか海辺かなんかでバイクに乗った後に、うん、車で移動するって、もう今度がめんどくせえからさ、うん、ここまで移動するまでいいし、あっ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 、やけどしちゃった。いや、本当にウェットが溶けてました。溶けたんだ、熱持って、いや、LED じゃないから熱持つの、昔のね、やつはね、うん、LED はまだ大丈夫なんですか。 LED は熱持たないもん、あれ、電球電池ってことですか。普通の、要するに電球よ、はいはい、あのだから、それで普通にあのコードが張って、そこが熱持って焼けて、危ないですね。昔はあったのよ、だから、怖っ、ね、あと照明の光量が厚すぎて、うん、前なんか、足のより、はいはい、足なんかこう、うん、パワーアップしたのが、ね、やるって大高さんがすげえやってて、うんうん、ね、俺これ熱いな熱いなと思って、もうその後も
真っ赤っか足に持って、まあ、その時に小芝って同期いたの、小芝が目をつけに行った時にそこ入って、あ、外そうっつってそのエリアに入った瞬間に照明が照明で当たってる、あ、外そうっつってそうね、真っ赤っかになって、いやでもそう、響きの時も、うん、あれ、いぶき、響きといぶきだけ、うん、ラメが入ってるんですよね、あのマジョーラ、マジョーラのね、マジョーラから、それなんか、糸ちゃんがなんかすごい熱かったっすね、なんかなったんだ、ナパームでほら、あれしたじゃない、糸ちゃんその響きのスーツの体に火が入って抜けなかったでしょ、だからあれ、でも直接浴びてないんですよ、だからそうですよ、でも熱かったから熱風浴びて、あのそこに鉄粉が入ってたんで、その鉄粉が熱持って、なるほどね、うわぁ、そうだよね、だからそういうこともだ、思わぬ、想像しないことが起きるからね、アクション、そういう、俺だって もともとさっきなんでジャック入ったかって、カンフー図鑑、いや、ジャッキー・チェンの映画とか見てたけど、うん、俺ほんとは北の国から大好きで、全然違いますね、五郎さんになりたかった、いや、俺あのあっちのああいう世界に行きたかった、もしかしたら俺、フラノ塾行ってたかもしれない、フラノ塾、フラノ塾って何、フラノ塾、倉本壮が作った、知らねえ、有名な、ね、ああ、演劇のね、だって俺別にプロダクションやったら別にジャックに困ったなかったもんね、でもアクションやったことでしょ、いや映画に出たかった、違うのアクションやんなかった、だって俺だってブラックレインとかそういうのが好きで、ああ、そういうのもしかも好きだもん、はい、だって松田優作が好きだもん、松田優作そっくりやから、はい、そうです、はい、おい、はいじゃねえよ、ふざけんなよね、東京いた頃に息子さんと間違えられて、巣鴨、はい、に行ったらふざけんなよお前、あの向こうおばあちゃんがうわーって来て、松田優作さんの息子さんでしょ、ちげえよ、わーって言われて、はいはい、でもお父さんに言ってきたねって、でも息子の龍平も翔太も全然親父お前だからすごい似てる、似てますよね、どういう似てますよね、どこが似てるんだ、優作さんにそっくりよ、はい、似てるよ、長芋だよ、ただの問題、いや、こんな感じですよ、こいや、マジで似てないよ、いや、すごい、いや、自分で言うのも変ですけど、結構変だよ、いや、それはで、もう松江作さんそのものに似てると思ってらっしゃるんですか、なんか うこの時期のとかあるじゃないですか、ね、だとでも過言ではない、過言ではない、だから奥さん、みゆきさんに会ったらそうだよなぁと思わねえよ、みゆきさん、変なじゃがいもいんなとか思わねえよ、本当にもうあなたって言われます、言われねえよ、あなたなんて、あなた他人に向けて、あなたなんだよ、松田みゆきさんは北の国からで、うん、岩城浩一さんの彼女役やってましたからね、いや別に繋がってねえわ、繋がったんですね、繋がってねえわ、富永さんとも繋がって、いや岩城浩一さんだろ、それだって関係、岩城浩一に頼む、似てるってだからね、確かにな、役別すらら、知らないよ、知らない、その時俺は北の国からフリークなのよ、なるほどね、僕そんな北の国から見たことないんですよね、だって俺10歳で、僕何歳ですか、知らないよ多分10歳とかじゃない、嘘だよ10歳だ、おしか多分俺らの、45でしょ、5歳下な、6歳、7歳、お前今いくつだっけ、僕52年生まれから7歳違うでしょ、32、ふざけんなハゲ何が32だよお前、ふざけんな、43とかだろ、今日はボケがすごいな、45だ、俺ら7歳でしょ、もう渋滞です、だったら3歳と2歳でしょ、そう、もう北の国か全く見たことない、記憶ねえだろ、ここまで話して見たことないっていやだから、いや北の国から、だって結構長くやってるよ、あのほらスペシャルだから、純ちゃん俺らとタメですよ、え、純くん、吉岡くん、タメなの、タメですよ、ちょっと老けてないの、いや、まあ、白髪のやつですよ、あ、言っちゃった、はい、またなんか危ないこと、いやいや今毒舌吐きました、いや、入ってないよ、ピー入りませんからね、今もう出ちゃったもん、吉川さんは同級生ですよ、同級生なの、あ、ちなみにそう、富永と俺同級生なんです、同い年、あ、そうなんですか、そうなの、そう、うん、あの時にね、証明文をね、では、70年生まれってことだ、そう、70年生まれ、あの、今回の警部の人もためですね、あ、そうなんですか、え、誰、警部あの方、よりきさん、うん、そうそう、あ、え、今ダメだ、言っちゃった、いやいや、あ、ケーブチもやった、あ、ダメだ、あ、俺がダメだ、富永がダメだ、僕は何も言ってません、そう、あの、一回皆さん忘れましょう、チャットが不穏な空気になってくるやばい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 
話を変えよう、はい、話を変えましょう話を、はい、珍しい、あのいいからが、いいからが話をしてたのに、やべえな、どうします、お相撲さんまで戻ります、いや、みゆちゃん、なんか質問来てないの来てますよ、いっぱいいっぱい来てます、そろそろね、あ、じゃあ一回、一回全く関係ない質問から読ませていただきます、お願いします、めじろさんからいただきました、めじろさん、はい、いっぱい、はい、いっぱい食べる押川さんが大好きです、そんな押川さん今日は何を食べましたか、朝ごはんから昼ごはん、おやつ、夜ごはんまで教えてくださいとのことです、これ前もこんなのありませんでした、ありましたっけ、なんか前回も今日は何を食べましたかって質問がなんか来てた、今日朝仕事だったので、うん、何食べて、行く前に、はい、おにぎりとどん兵衛食べて、どん兵衛、前もどん兵衛食べたって言ってた気がするんですよ、どん兵衛好きなんですよ、どん兵衛よく食べるってなんか覚えてますよ、あれ西日本と東日本の味の違いはきつね、え、多分あ、でも僕どん兵衛って言ってもそばの方なんですけど、あ、そば、あ、そばどん兵衛よりね、そばなんですけど、はい、いつでもあなたのそばにいます、うるせえ何を言ってんだよ、CM 狙ってんの、狙ってないです、うん、え、でも昨日うどん食ったんだろ、昨日そば食べました、そばうどん屋のそば食ってスケさんでそば食ったの、俺スケさんでそば食ってる人間見たことない、僕です、うわ僕ですじゃねえわ、僕です、何自慢げに言ってんの、それで朝がおにぎりとどん兵衛食べて、お昼というか、うん、途中にコンビニ、まあ、仕事の途中でコンビニ寄って、うんうんうん、メロンパンと、うん、なんか変な変なパン、変なパンサクサクしたパン、クロッサン、いや違うんですよ、なんかパンとパンとなんかクリームチーズみたいなの挟まってやつあって、うん、ファミリーマートですよ、うん、あ、それはいいよ言って、あ、それいいよ、それは全然いいわ、なんかやべえ言っちゃったじゃねえわ、全然いいわ、その挟んでるやつ食べて、うん、え、いいわ大丈夫だ、もうなどこまでが本気なのか分かんないですよこっちはで食べてこっち戻ってきて、うん、ラーメン食べて、うん、え、ラーメン、昼はどこまでなんだ、昼はそのファミリーマートのパンです、あ、移動だったんで、移動だったね、で戻ってきて、うん、ラーメン屋さんに行ったの、ラーメン屋さんに行きました、風味っていうラーメン屋さんがあって、うん、豚骨です、でいい、ネギ大盛りのラーメンなんですよ、うんうん、食べ方はいいんだよ別に、うまい、うまい、うまい、そばとか食う時のマイムがみんな箸持ってたら、うん、箸をこう持つ やつじゃなくて、うん、これで食う、指が箸になる、この薄やんな箸、いや、そりゃそうだろ、指でこんなやついねえだろ、箸を持つ、うんうん、こう箸をね、でこれ、うん、でも箸見えねえんだよな、見えないっす、ね、見えねえの難しいんだろ、見えないね、確かにこれなんですね、多分これなのかな、扇子使った方がいい、扇子使った方がいいっす、ね、落語だよ扇子使いだから、まあ、落語なんだよ、センスは。もう、まあ、隣の柿に。長いな大渋滞なんだよ。へいじゃねえわよ。へい、あ、違う、ヤッホーか、これ。へいじゃねえよ。ヤッホーですよ。違う、違う、違う。へいじゃないのよ。ヤッホーは来てないですよ、今。来てないのに、軽はずみにへいとかやんないまあ、来たら嬉しいけど。来てないです。ほうじゃ。え、待って、待って、待って。ちょっと待って、話がもう渋滞しちゃってるけど、朝どん兵衛とおにぎり食べて、その中でパンな、パンを2つ食べた、メロンパンとそのサクサクパン、ラーメン食べて、ラーメン食べて、ラーメン食べて、今ここにピザ食べて、ピザ食べてるって感じですかね、え、鈴村さん何食べたんですか、朝、はい、朝パン、何パンですか、なんだ、クロワッサンにハムが、ハムとチーズが入ってる、うん、そんなパンを食べました、はい、1個、えっ、えいや、だから足りるんですか、足りました、それも 2,3 歩歩いたらもうカロリー消化しないいないよどんだけ燃費悪いんだよ2,3 歩歩いて終わりです、え、富永さん、富永さんは何食べたんですか、富永さん何食べました、俺今日はそこの福岡ポートタワーの、あのフェリー乗り場あるじゃん、フェリー乗り場の喫茶ボンのアジフライ定食食べました、え、それ昼、昼、朝は、朝
何も食ってないです。あ、じゃあ朝食べないで昼そこのポートタワーの行ったんだ。あそこでここ入る前にウエストのうどん食いました。おうどんすか。あ、うん、あ大丈夫だよ。ウエストのうどんなの何やネタバレこっちが多い。ヒヤッとしちゃう。九州ローカルのうどん屋なんですけど知らないですよね。ウエスト知らないですよね。知らないですよね。ウエストって知らないよ。いや、あの九州だけ。イースト知ってるんですかね。イーストなんかねえわ。イースト。いや東、東、東な。東、西。東や。西だ、西だから。ノース、ノースじゃねえわ。サウス、サウスうどん。うるせえな、ねえんだよ。サウスうどんじゃねえよ。ウエストはウエストそのままなんだよ。ウエストうどんとか言わねえんだよ。ウエストってもともと焼肉やからね。あ、お肉屋さんが焼肉屋さんなんですか。俺もガキの頃があるけど、うん、俺どっちかスケさんじゃない。スケさんのサイメンって細い、あーありましたね。俺そればっか食ってたんです。サイメン、サイメン、細いメンって感じ。ああ、ウエストにもあるんだな。あ、そうなんですか。サイメンが。だから サイメンってニューメンとは違うんですか。いや近い、なんかもう本当の五島うどんみたいな。そういうのニューメンと近いって言ったら、ニューメンはあったかい麺だよ。ニューメンはあったかい、そうめんか。そう、あったかい、うん、はい、そうめんほど細くねえけど、サイメン知ってます、はい、それぐらい。いや、胸を張って言われてもない。ほんとに。いや、まあ、結構やっぱアクションやる人は食べますよね。食べますよね。いや、ちょっとストレート暗いですよ。いや、アジフライ食ったんだな、アジフライ定食。いや、朝食ってないんですよ。でもアジフライ食べて、その後は食べたんでしょ。ウエストでしょ。ウエスト食べたんでしょ。その間かなり時間空いてますよ。いやいや、じゃあこれは何食なのよ。今だって昼夜食って夜じゃん。感覚感傷じゃないですか。この後晩ご飯つまみっすね。学生かよ。もうすげえな。学生なのよ。俺もうなんか俺もう6時間以上寝れねえもん。本当ですか。さあじいさんだからだよ。もう6時間以上寝れねえのは。もうどんだけ食っても次の日もすげえ腹減って目が覚めるんですよ。すごい。学生かよ。本当に。だ初老だって50人さんも初老やろ。まあ、あの、で、いつの時代で52を所属、まあ、確かに、わかるよ、わかるけど。人間50。信長だな。おじゃねえわ。中台達也。中台達也じゃないよ。中台達也じゃないんだよ。無名塾。無名塾。無名塾。あ、面白い。あれ、でも無名塾、中台さん。中台さん。坂本さんしか受けてるんですよ。いや。役所さんとかね。松田さんは俳優だ、俳優座だ。俳優座だ、そうだ。何個か受けてるんですよ。いやいや、無名塾その時ねえよ。確か落とされてるんですよ。いや、中田達也さんと一緒に坂本龍馬の映画撮ってるんですよ。岡田逸郎の役で、松田さんが切りに行くって言うんで。あの、原田芳雄さん主演ですよ。そうそうそう。龍馬は撮影やろ。見てる。見た見た。あれにしようかな。ただ飲み会じゃねえっつってんだ。あのな、でもお前ただもう盛り上がりそうねえじゃないよ。もう来たと。ああ、そうそうそう。そう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 じゃないんだよ。ぽくねえんだよ。なんでお前たちは生きとおろしてんだよ。時間優作やったら、俺初見の方行こうか。ああ、いいですね。何が言うの。俺役者話になってるじゃん。初見で伊豆だのテンションいいんですよ。やっぱよ。あ、兄ちゃん。あ、水谷さんやります。やりませんよ。水谷さんやりますじゃない。やりませんよ。じゃあ僕、兄弟関係ですね。何が兄弟。僕が上です。いや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 、あざっす。あざっすじゃないの。次の質問いきますよ。もう次行きましょう。次行きますよ。次行きましょう。次行きますよ。はい、しゅんくんさんからいただきました。さん、はい、鈴村監督、富永さん、はい、押川さん、こんばんは。こんばんは。自分は仮面ライダークーガが大好きで、今でも頻繁に見返しております。クーガといえば、はい、いろんな色に超変身するフォームチェンジが魅力的ですが、そこで、はい、トミーこと富永さんに質問です。クーガで一番好きなフォーム、もしくはちょっと演じるのが大変だったフォームはありますか。近年のライダー映画でもクーガに入られてる富永さんが大好きです。これからも応援しておりますとのことです。はい、うん、熱意ありますね、うん、クーガはね、もう忘れました。いや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 、忘れないだろ。あら、僕タイタンフォーム結構好きなんです、ね、タイタンフォーム、はい、このタイタンフォームの刀が、あ、で、なんか、うん、あ、プレ版から、で、一分の一のやつだよね。なんか
でかいやつね。この間も取材があったんですけど、うんうん、あの何でしたっけ、あの線路のところを歩いてくれちゃったじゃないですか。線路を歩く。線路の際の階あれで。ああ。それか。あそうです。いやそれ富永で。あのあれだよ。野上健さんじゃねえよ。しげえよ。またもう。ポップやねえよ。ポップやじゃねえ。その線路じゃねえし。お前もね。何今来てんの、お前今しがけんさん、じゃあポッポヨやり始めてんだ、高倉健やり始めてんだ、高倉健さんやり始めてんだ、もう志村健さんポッポ、県違いなんだよ。ポッポじゃねえ、おめえ記者じゃねえかよそれ。おめえ誰のまで記者のままにしてんじゃねえか、ふざけんなよ。高倉健でもなんでもねえじゃねえ、ポッポヨのお前トーマス、トーマス、トーマスじゃん、待って機関車トーマスじゃん、ポッポヤじゃねえじゃん。ふざけんの、チャギントンじゃねえよ。チャギントン、おでん、おでん、おでんのネタ。チャギントン、知ってる、知ってる。もち巾着みたいになってんじゃん。ふざけんなよ、ほんとに。何がチャギントン知ってるよ、チャギントン。チャギントン、チャギントン、チャギントン、古いんだ、それめちゃイケん時のやつだね。俺ね、それめちゃイケもちゃんと見てないんですよね。それめちゃイケが同世代から、見ないんですよね。だから、いや、いや、だから、あの、見ないのに、ずいぶん挑戦的なの、それも勇者かもみたいな、そこの大した情報もないのに。チャギント結構いい。いや、チャギントはどうでもいいんで、今。違うよ、トーマスだよ。違うよ、全然違うんだよ。シュンシュンが違う。ザインだって外人と。シュンくんさんがかわいそうだよ。脱線。脱線しちゃった。そっからポッポ屋になって、お前が記者になって、ポッポとか言い出して、お前が、ね。そっからもう、トーマスになって、チャギントになってんだよ。チャギントになってんだよ。おお、トヨタス最高っすね。バカじゃないの、ほんとに。座布団なんかやらねえよ、ほんとに。座布団全部持ってって。山田くん。山田くんじゃねえわ。ほんとに。ファイターのホーム結構好きだったからね。いきなり戻ったけど、いきなりタイターホームを結構好きだよ、ね、黄色の。でも、あの、押川がお前線路のとこって言ってるけど、そこではタイターホームにはならない。あれの時は赤、赤、あれはマイティ、初めて、ま、あの、赤のマイティホームが、あ、本当にちゃんとしたキックをやるって言ったの。それまでは普通にライダーキックやった。アキラさんに再開時の初のオールじゃない。あの、ほら、小田城がさ、バック転とかできたから、それで練習してさ、前中ですよ、前中か、前中して、それからマイティキック、新しいマイティキックを作って、角持ってっていうやつ。あの、カネさんがその時アクション監督だったけど、これ、ジョークにコロナ始まる前に、うん、街でばったりだったんですよ。あ、なんか言ってたよね。俺、あの、東中の近辺に、うん、あの辺が昭和地区な、まあ、今だいぶ店潰れてんけど、この前飲み屋あんないかも。そうで、変な格好したやつがロケバスが止まって、僕らなんかロンドンブースみたいな感じですよ、あれ、うなぎ一緒じゃんって感じで、おいって言ったら、トムさん飲んでいるんですかって言ったら、いや、この辺に住んでるんだって、あの、時効警察ってなんか、時効警察ね、それで、久々になって、飲み行きましょうよ、すげえとコロナになって。あ、そうか、コロナになっちゃうからね。まあ、何の話してんだ、クーガーで。いや、クーガー、いや、別にいいんですよ、あそこはね。ホームだ、ホーム。いや、全然いいよ、チャギントンの話より。間違いない。マイティ、タイタン、ドラゴン、ペガサス、ドラゴン、ペガサス。俺はペガサスかな、あんま動かなくてよかったから。さっき動かなくて、まあ、あの、耳とか目とかがめっちゃ良くなるやつなのよね。遠くにいる、大体空中にいる怪人とかを射抜いたりする。あ、なんかそれ思い出しましたね。それでなんか役に入って、なんか目と耳がいいから、なんか遠近感と聴覚でなんか気持ち悪くなるんだって言って、なんかうーってなんか練習してましたもん。何の練習だったの。目をギュ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 、高田純次さんぐらい動かしてくる。いやいやいや、してうわっていう、なんか役者バカだよな。どこまでバカだよ。怖えよ、もうなんか。ダメだ、意味ねえだろ、スーツ中身のやつがよ。尊敬します、僕は。好きんなよ、クソ坊主、ほんとに。なめんなよ、口悪い。感覚なんか、あ、この人なんか違うなと思いましたもんね。富永、ちげえよ。やべえもん。富永。だから前回ヤバいカマンやらしてもらった時も、正面したくて、パチンコ屋でヤバいカマンのまま行ったからね。
はがき外して、まあね、初めておしっこしてありましたいや、よくわかんねえなんだそれ、芝居なのかな。その話は水に流しましょう。うるせえ推薦うまいこと言ったうまーい。いや、ダメだしかもうまくねえな。いや、だからファッション試合だけいいよな。こいつも落ちる。いやいや、当たり前なんだよね、タッションしないとか、ね、いい大人が。あの、TA 作品には山とか行ったら いやいや、TA 作品とか言わないでください。あのね、ディスんないでください。山はいいんですよ、自然だから。あ、山はね、街中でもいいです。もともと山だったところはどう？ダメに決まってんじゃないか。大体昔は全部山だ、山と川だよ、あの MV と。テレビで。そういう風に、ので大の方をやるって言って、ので大をやる、山を買った人のテレビ出てよ、テレビ。おお、それでそっちの方が絶対これ地球にいいんだっつって、へえ、なんか無嘘研究家みたいな。それはまあキャラ話になるからやめましょう。言わないなんだよ、キャラ話になるからやめましょうって。飯食えるし、ちょっと生々しくなっちゃうんでね。生々しくなっちゃうね今もうだって90人の方が見てますからね。なんだっけ質問は、それだけ結局好きなフォームが何か。好きなフォームでしたね。好きなフォームと演じるのが大変だったフォーム。大変だった。だ、楽なのはペガサスだったでしょ。演じるのが大変だったの、うん、いやね、僕は 悪が好きですね。あ、好きなのはマイティーフォームで、赤いやつね。白、あ、グロイングローイングフォームね。コクワガタ、コクワガタっつうか、そう、角がね、いや、コクワガタってわけじゃない。メスメスじゃねえっすよ、ほんと。あの目がこう、あのオレンジ色っぽいね。ピンクっぽいですね。そう、オレンジ。うん、はいはいはい。あれ何フォームっていうの？グローイングフォーム。グローイングフォーム。白。白はグローイング。どういう意味ですか？グローイング、だからまだ未熟、まだ未熟。さなぎということ？さなぎではないです。だってもう虫になってんじゃん。幼虫。幼虫じゃねえよ。もう卵じゃない。だから。戻ってって。俺もね、わからないね。グローイングって言われても。だから白の黒です。だから、何語ですか？英語です。いや、いいんだよ、発音も別に。いや、いいんだよ。それ、英語って空耳聞くと全然違うじゃん。全然違う。空耳アワーじゃねえか、タモリクラブ。ふざけんな。お尻振ります。お尻振りますよね。エメの汚いか、そんなに困んだよ。俺だってアメリカのスタントマンの話してる時に、お前ウルトラマン好きかって言われた時に、ウルトラマンって言われて、全然何言ってんの？ウルトラマンって言われて。何言ってんだよ。ちょっと待って、俺が覚えた英語はパドンだよ。パドン、パドンね。向こうの人たちパドン、パドンずっと言ってた。いや、俺がすげえ言ってた。パドン、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 あの多分あの向こうで多分じゃねえ、パドンで、あの多分じゃねえぞ。もう一回、もう一回言って、え、何すったっつのがパドン、パドン、パドン、パドン。で、向こうでいやとかあーとか名付いたら、こいつ分かるんだと思って、すげえ喋ってくるんだよ。だ、一切うなずきもせずにずっと目を見てパードンって猟奇性なんだよ、猟奇性が強い。パードンじゃなかった、ネイビーです。ネイビー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 少しやろ。え、メイビー多分。ああ、まあ、メイビーね。まあ、おそらく、おそらく。だからあれ、あれ、うん、うんとか、うん、メイビー、メイビー、うん、何でしたっけ、なんかワイヤーの講習とかで来て、なんかやってるんですよ。メイビーになってきて、メイビーになってきて、たぶん、こういう、たかだからそれ出すのに、メイビーってなんだよ、だから、いやいや、怖いよ、お前、つながりのなんか、ねえってことで、ねえよ、あ、ねえって意味なんですか、違うよ、メイビーでしょ、メイビー、メイビーだよ、たぶん、おそらくです、だから、そうですね、あと俺ね、スペインのスタントマンと、あれ覚えた、オラおお、ほら、スペイン語じゃない？はい、スペイン語です。違う、ポルトガル語か。スペイン語です。ラテン語じゃないどっちも。バルセロナ好きなんだよ。あ、そうだね、お前そうだな。確かに、確かに。日本のガウディアって言う。何を？ガウディア？ガウディです。ガウディアじゃないよ。ガウディ？ガウディ。ガウディです。あ、教会を建てた。ザグラダ・ザグラダファミリアのね、チュッパチャップスのあの文字作ったのもダリっていうスペインのあれですね。あ、ダリの画家ね、画家ダリ、あのサルバドール・ダリっていうね、あの画家が好きやもんの。僕チュッパチャップス好き、だからなんかスペイン
発祥だからなんか合うんだなって。何の話だよ。答えてねえじゃねえかよ。だからグローイングからどんどん話して英語から。何の話だよ。質問全然こっちだから。まあ赤と白が好きなのね。俺は赤。難しかったのどれ。あのなんか演じてて何色が。ほら例えばアルティメットとかもあるじゃん。黒い。黒じゃないですか。ああ。そんな考えたことないですね。あんまどれも難しいとかはなかった。あの黒いやつをやった時に、うん、あのこれ面白いな、うん、結構血のび使ってたじゃないですか。あやったやった、うん、で出番があのキャラクター先終わったんですよ、雪山のシーン。はい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 。この時に血のびすげえ使ってやった、うん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 、ダグバとね、うん、白いダグバと、ダグバと。で俺の時にその時タイツの下に、うん、こう水着を履いて、うんうん、そうだね。その裏地が、裏地がこう、うん、白かったんですけど、はいはいはい、それに血がついてて、うん、血のが出たっつってこれやべえっつって、うわすげえだから、つったら血のりが、血のりね、なんでそこまで血のりが止まるんだろうと思ったけど。あ、まあでも中に筋入ったりしたんじゃない。うん、それはあるよね。さっき中3の味みたいに、はい、じゃねえよ、それも嘘じゃねえかよ。だから全部緑と赤です。何が緑と赤なんだよ。ドンベイだろ、お前好きなの。赤いキツネと緑のタイツ違いますよ、それ。緑の青汁と赤いキツネ。マルちゃん、マルちゃん、ドンベイだから、ドンベイはね、ドンベイはあの赤も緑もないんだよ、ないんだよね。確かにないっす。オレンジだね、エンジと緑。そうそう、あのパッケージがね、ちょっとそういう。ドンベイってまだ売ってんの。売ってるよ、だってドンベイ食ったつだやんけ、朝全然話が。ドンベイ CM やってるわ今、アニメ見てやってるよ。あのほらドンギツナが出てんじゃない。俺山城慎吾といつ川田みたいな昭和ですよね。いつのだよそれ。古すぎだよ。山城慎吾も川田に託すも死んでんだよもうよ。いつのドンベイの CM なんだよ。あとわーカフェ好き好きのもうそれも石田で全部死んでんだよ。だからよお前はどこのワカメちゃんじゃねえんだよ。だからわかんねえんだ若い子たちは。だからそれモノマネしようじゃん。告白しますか。お前はどこのワカメちゃん。いやいやいや、だから死んでんだよ石田で哲夫さんも。もうほんとにお前困ったらピザ食ってごまかしてんじゃねえんだよ。だから片井さんの息子さん、ああ兄さんの、はいはい、あれもためですよ。あ、そう飲んだよ俺、うん、あ、そうなんだ。親父そっくりでしょ。そっくり。うん、あ、そう。俺前、あの調布の方住んでた時、市川だった時、うん、プライベートで飲みたい。あ、そう。富山の戦後に住んでたじゃん。だからほら、あいつも、あ、戦後に住んでた。あ、そう。今も言うんじゃないですか。ダメじゃん、言っちゃ。じゃあダメだ。今もいるんじゃ言っちゃダメなの。あ、僕が言いますか。引っ越してりゃいいけどね。いやいやいや。どこですか。いいよ。俺はもう、ねえよ。俺も引っ越して。どっからか。いいんだよ。俺はね、考えちゃってんじゃねえかよ。何を嘘つこうかな。俺はでも、俺はでも3丁目から4丁目に引っ越した。どこのだよ。行きますよ次の質問。質問よろしいですか。お願いします、はい、まだ時間ありますけどね、たくさんいただいてるんで、はい、今日はですね皆さんあのお手紙は結構長文なあの、はい、ものが多くて、まあ、いつもですねあのこんにちは楽しみですとかそんなのです。今日は割と文章がしっかりしてます。なるほど。はい、いただきます。ヤンバルクイーナさんからいただきました。はい、皆さんこんばんは。仕事が休みの時しか聞けてないんですが、いつも出演者と鈴村監督の撮影当時のエピソード聞けて大変嬉しいです。今日はちょうど休みで視聴できるので質問を応募させていただきました。はい、押川さんと富永さんに質問です。はい、今まで、あ、まあ、さっきとちょっと2回やってますけど、今まで演じたキャラクターの中でこのスーツ着てて大変だったな、はい、このマスクは特に視界が見えづらかったキャラクターは何でしたかっていうことで、じゃあまず押川の方から。今日は結構スーツ絡みのお問い合わせが多いですね。まあ全部大変でしたけど、うん、まあ、ビールスビールスビールスですかね。ビールスがやっぱ一番、まあ、最初っていうのもあったからレギュラーでね。発表の面にはスリットも入ってないんですよ。うん、あ、そうなの？真っ暗。ま、何にも見えない。何も見えないんですよ。あ、そうなんだ、ギリス。あー、もう潰されてて。うん。ギリスの不思議な旅。ニルスだよ。いいんだよ。アニメになってんだ。もうこれ、これ鈴村さんがめっちゃ大変なやつじゃん。鈴村さんが大変だ、これは。ニルスの話をしろって見えなかったっけな、ツッコミ一人しかいないから。アヒルじゃねえさ、ニルスだよ。だから、
ふざけんな、それニルスだっつってんだろ。アヒルが飛ぶじゃねえんだ、アヒルが飛ばねえんだ。飛ばないアヒル、飛ばないアヒルはただのアヒルだ。歌だよ、飛べないの。お前そっか、いいんだよ。ハウスファミリーからそっちに行ったのか、三鷹の森に。そっちに行ったんすね。ハウスファミリーだからだろ、だからジブリの方に行ったのかじゃない。三鷹の森行ってもでもな、いいから早く。ヒルスが一番視界が悪い。やっぱヒルスが一番現実で大変だったのかな。ヒルス大変でした。熱いのもあったし。大変でした。なんかアクション中に熱くて頭回んなくなって。高岩さんと伊藤さん、あ、言って大丈夫だよ。びっくりしちゃう、こっちが。中田さんと伊藤さんと僕と三つどもえをやるっていう。長回しずっとやったんですよ。はいはい、アクションね。僕の弾着を高谷さんが鳴らしたりとか。あ、そう。僕にくっつけてるやつを。そうかそうか、こう組んでるからね。組んでると高谷さんこうやって押したりとかして、なんかいろいろ工夫してやって、倉庫の中でずっとやってたんですよ。もう熱くて、で手がもう頭回んなくなってきた。高田さんもイライラしてきて、うーん、僕ボーンって蹴って。本当に？はい。あ、そう。こうやれよってボーンって蹴って。パワハラじゃん。いい。俺どうす？怖い。ありがとうございます。どうす？やってるっす。やってやります。怖い。そこから乗り切って、うん、で終わった後に伊藤さんが差し入れしてくれた。当時エネルギーだったかな。ああ。惜しい惜しい。伊藤ちゃん優しいね。飲んでいける飲んでいいって言ったら、ロースっつ5本全部飲んだんすよ。なんで5本飲んだ、全部お前用じゃねえよ。1本だよお前のは。お前、うん、全部飲んで、おしっこが黄色だったの。いや違うんすよ、全部飲んでバス乗るとしたら気持ち悪くなっちゃってパッて口開けたら全部エネルギー。ふざけんね、伊藤の気持ちはどこに持ってきゃいいんだよ。全部買ってきたエネルギー全部出してんじゃねえかよ。お前の1ミリもエネルギーになってねえじゃねえか。それで伊藤さんに怒ったんですよ。なんで飲ませるんですか、バカ野郎。お前が寝惜しいお前かわいそうだ、伊藤ちゃんが。それでお前、お前用は1本だよ。お前5本飲むからいけないんだよ。お前1本でいいんだよ。1本でよかったんですよ。もうだよ、あの日に戻って。もうね、体の吸収されねえから。ああ、そうなんですね。じゃあボーバスでも死にかけましょう。死にかけてんのかよ。汗かきすぎちゃって。ああ、ウォーマスはさ、スーツが船体の割には革のさ、レザーだったから、はい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 、そうそう、あれきついよな、ちょっと。あれきつかったよね、夏。そうだよな、だからあれ結構でも船体アクションするじゃん、普通に。はいはい、強かったんじゃない。いや、ほんと強かったですね。最初、ウォーマスのお面も、全然見えないんですよ。あれ、ハーフミラーになってんじゃないの。ハーフミラー、一番最初は、完全ミラーになってて、あ、ただの鏡だった。あんま見えなかったんですよ。あ、そうなの。で、撮影するときとかもなんか耳映っちゃうなみたいな。あ、で、いろいろ改良を重ねてちょっと見やすくなったんですよ。あ、そうなんだ。あ、撮影でさ、よくこう反射してこう映るとかで鏡とか。はい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 。あれでみんなこう映んないでこううんこづらいとかするじゃん。はい。あの時なんか気まずいよね。座らなきゃいけないみたいな。一番いいのはモニターの後ろに。あ、まあまあそう。あの鏡とか、あそこ映るからしゃがんでみたいなね。あれみんな座ってるから向こうのやつも座り出したりして、あるよね。シャレオブさんとかこう椅子で、おお座り出したぞみたいな。あれあるあれです。あの。ライダーのあのマスクとか、まあヒーローのマスクって、あの声は外部にこう喋ったら聞こえるんですか？あ、芝居してる時ってことですか？そうですそうです。あ、聞こえますよ。あのこっちが、あの演技、例えば富永とか押川がやってる声ってのはこっち聞こえますよ、もちろんもちろん。あ、だけど逆にこっちが言ってることももちろん聞こえてるとは思うんだけど、押川がやってたゾルダっていうのがあって、ゾルダのアップ用って耳にキャタピラついてるんですよ、なぜか。ああ。で、あれアップ用でね、耳にキャタピラ、キャタピラ回っちゃうとか聞こえないんだよ、しか。もう。ね、あれは。だって、ザーッとギャーッって言ってるのもさ、あと目がモビルスーツみたいに目が動いてる。あ、そうですかね。あのアップ用はもう、本当、音がもう全く聞こえなかったね、もしかもね。聞こえなかった。あれってでも、目は見えてたの、結構。目は見えてました。あ、そうなんだ。龍騎のグリーンのやつ。見やすかったですね。あ、そう、アップ用も？はい、アップ用も、これが見やすかったです。あれ、何年後かに龍騎も V シネなんかやって。V シネ？ネット番組か。おぉ。え、あれじゃなくて、最近じゃなくて、割と数年前。3年前ぐらい。3年前ぐらい、だからあれ、ライダータイムっていう。スガキとか。そうそう、松田聡とか、そう、出た、出た。ゆげちも出て、ハイノちゃんも出てね。その時に、あ、なんか入ってるでしょ、ライダー。俺はね、
違ったっけ、あのアクション部で行ったんですよ、うん、だからなんかわけわかんない変身するライダー、サメライダーみたいなこと、ああそれのアビスかな、うん、それのなんか、まあ、アビスだ、なんかそなんか変身前をそれコート着てやってるんですよ、ね、ああれってなんかあの人が言ったでしょ、あのマイケルなんとかさ、違います、サメっていうかね、あれいないんだよ、あのいないっていうか、あの龍騎のミラーモンスターで出てたんだけど、それをなんかの、俺ちょっと忘れちゃった、なんかの映画で龍騎のライダー、そのミラーモンスターと契約したという設定で仮面ライダーアビスっていう、アビスのアビスだったでしょ、だからそれは出たんだけど、それ一応龍騎のライダーなんだけど、龍騎には出てない実は、あ、だからそのネットだけ出たの、そうネットだけ出て、あの多分マイケル富岡って今言ってたのは違います、アビスじゃないんですか、アビスじゃなくて多分そのマイケル富岡じゃなくて黒田アーサーです、ああそうなんですよ、似てるから間違いなく、もうあれですよね、ベルデカメレオン、そうベルデ、カメライダーベルデ、ね、そう、あそれも出てた、それは出て、そう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 、敵？なんか敵で出てましたよね。僕もなんか覚えてるますよ。うん、出てた気がします。マイケル富岡さんがその焼きそばの揚げ玉ボンバー。カメレオンは黒のアーサー、夜でもアーサーですよ。何？デーブスペクター。ああデーブスペクター。じいさんかい、いつまで思い出すね。ケトルの怪人だ、ケトルの怪人、最近もなんかやってなかった、ケトラーね、怪人ケトラー、最近もやりましたね、焼きそば、やったちょっとだけ、あ、ちょっと前にやってましたね、なんかリメイクみたいな、あ、そう、それ、マイケルさんじゃないでしょ、いや、本人、本人ね、あ、そう、デーブスペクターと、あ、デーブスペクター、ケトラーもそうだ、焼きそば言いたいだけだ、焼きそば焼きそば言いたいだけじゃない、はい、じゃあ、続いていいですか、今の大丈夫だと思いますよ、はい、次いきますね、はい、まとかこうとかごとかみさんからいただきました、え、怖っ本当なんです、まこごみさんですかね、はい、まこごみさん、うん、初めてお手紙させていただきます、はい、神回ありがとうございます、生で拝聴したいです、鈴村監督から見たお二人のチャームポイントは何でしょうか、逆にチャームポイント、はい、はい、逆にお二人から見た鈴村さんのキュートな一面もお聞きできたら嬉しいです、あと女性のキュンとする行動があれば教えてください、明日から頑張ります、祇園から応援しておりますとのことです、祇園か、京都ですね、祇園です、京都の祇園です、じゃあマイコさんなんで、違うよ、なんで祇園だと全部舞妓なんだよふざけんなよ、ほんとに舞妓と末じゃないんだよ上白石じゃないんだよ、もうあのモネでもモカでもないよ、ランザンじゃない、嵐山だよ、うるせえな、あの俺住んでたんだよ、いいんだよ、お前が住んでたんだよちょっと待って、ちょっと待って、だからまああの質問全く関係ないんだ、京都に仕事で行った時にそれに住んでた、もうね、祇園に引っかかっちゃいましたからね、今何を話しても止まりますね、今そこで言わなきゃよかったよね、祇園まあそうですね、僕が富永はね、まああれですね、まあ、頭がおかしいってとこですねまああの、本当にもともと行かれてましたけど、あの、うん最近さらにパワーアップしてるという感じは、行かれ具合がパワーアップで、なんかでも、富永のいいところはというか、想像を越してくるっていうところですかね、面白いのは、まあ、役者としても演じるとしても、なんかそこの想像を越して、こっちが想像してる範囲を超えて演技してくれたり役者してくれたりするのが、まあ、やっぱり面白いかなってところですよね、なんか付き合いも長いんで、大体こういうことかなって分かったつもりでも、まだまだ富永のことは分かりきれてないというところですかね、そこは面白いかなと思いますよね、あの魅力的ってところですかね、富永の、押川はアホだけど、アホでふざけるけど、根っこが真面目なんで、そこのやる気と、まあ、スイッ
あのオンオがちゃんと分かりやすい人ですね。あのすごくそのオンオが分かりやすくて、オンの時の押川はめちゃめちゃかっこいいですしね。あのすごく仕事熱心で真面目で、映画もよく見るし本もよく読むし、あの勉強熱心ですよね、非常に、ね、あでも本は昔から読んでる、ね、そうだから、なんかこんな容姿だから本なんか字なんか活字なんか嫌いですみたいな顔してるけど、めちゃめちゃ読むよね、本とかね、すごくね。なんでカメラ目線だったんだよ、めっちゃ食べてるし、だからなんかそういうとこが、で、オフの時はもうバカだけど、アホなことばっかり言って、気違いなこと、もうこいつやべえなと思うけど、そこのオフの切り替えが、まあ、俗に言うギャップ萌えじゃないですけどね、まあ、そういうところがなんか魅力的な男だなと思いますけどね、はい。じゃあ逆にお二人から見た鈴村さんの可愛いところ、可愛いキュートな一面ですね。いやいや可愛さね、常にねこうなんか意図的に出してる、出してないよ可愛くねえよね、なんかね意図的に出すってどういうことだ、うん、結構お酒飲んで深夜になってくるとあの仏様みたいにこう出てるのを見ると帰りましょうか、落ちてる時ですね。あ、そう、まあ、落ちてる時ね、はい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 、そうですね。でもなんか眠くなるまで、でもたぶんスタミナあるよ、帰るわって言わないじゃないですか、絶対言わないじゃないですか、すごいスタミナ、だから昔からすげえよ、現場でなんか四つん這いになって、あった朝まで飲んで、ね、朝まで飲んで、そのまま現場行ってもう四つん這いになっちゃって長石監督に、鈴村ちゃんグロンギみたいなのなんか俺四つん這いになって、次の現場行きましょうみたいなこと言いながらそうやってたことあった朝まで飲んでね、絶対帰るって言わない、次の日がしんどくても絶対言わないじゃん、帰るとは言わないかもね、自分からはね、なんか押川が帰りましょうかって言われて、あ、じゃあ帰るっていうのがあるけどね、そう自分からも言わないかな、じゃあ今のがだいぶ落ち着いた感じですか、お酒の飲み方もんですか、私、はい、いや今でも言わないですよ、自分から帰る、あ、言わないです、言わないです、ね、今でもだいたい誰かがそうそう行きますかとかね、そういうこと言わないと、だそういう人がいないと逆に困るんですよ、僕からすると無限に飲んじゃうから、ほら誰かやっぱりそうやって帰りましょうっていう人がいた方がありがたいんで、昨日見たら俺で1時間で俺でグロッキーだからすぐねダメになるダメなんで、でも2時間持ってたよ、2時間持ってた、うん、だからそう、そういう人がいる方が、うん、なんかやっぱりそういうの言うのって割とまあ押川も言ってくれるけど割と女性が多いよね、そうそう帰りましょうっていう、あ、なるほど、例えばゴミちゃんとか、 あ、 あいつもすげえ飲むんですよ、知ってますよ、そうそうそう、なんか帰りましょうかって言ったりとか、まあ押川も言ってくれるけど、そうまあ多いよね、そういうところ、そう言って言ってくれると、ああじゃあ帰ろうかっつって、うんうんうん、結構電池切りまで飲むから、ね、あとあれですね、あの女性のキュンとする、ああキュンとする仕草、そうですね、仕草行動、私はねあれなんですよちょっと気持ち悪いんですけど、あのこうなんかチューブトップみたいのをこう上げる、なんていうの、上げる、あれ好きなちょっとあれが結構好きなんですよ僕ね、引いてますよ、いや引くよね、だから今言おうかどうか悩んだんだけど、ちょっと酒待ってきちゃったからいいかなと思って言ったんだけど、え、なんかマニアックすぎませんそれいや結構あのだから僕は大魔神カノンって作品やった時に、あの長澤まおちゃんになんか俺やらせたの、そう好きすぎて、そのあな、なおちゃんが好きすぎってんじゃなくて、しぐさこういう風にね、うわいや違う違う、だそれはじゃあ芝居だもん、芝居なんぞ、俺かもしれんけどね、芝居かもしれんけど、その辺のこう自分のね演劇欲求をさ、こうやっぱ特権なのかな、いやまあまああのもう時効だし10年以上前だから千賀千賀あたりよく撮ってましたね、そう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 よく知ってね、そうそうそう角川だったからあれ、そうじゃあ鈴村さんはこれと、そうですね、女性たちで、そう富永はどういう仕草かね、ずっと目を見て話す子いるじゃん、うん、あの時に困ったなと思って、俺がこう目線を ずらせねえ、あ逆に、いやいや、こう向こうがこう来るからなんだあってずらすんじゃなくて、ずら目線を外したら負けるみたいな、失礼だなと思って、あ失礼と思って、いやいやいや、ずっと目見られるのはねちょっと恥ずかしいから。
おえそれがキュンとくるってことです。そうですね、キュンというかちょっとうわすげえ俺の目見てんだ。あその時にたまにこうわざとこう惜しいじゃないけどこう目をこう目線を変えるんですね。いやいや、うん、寄り目とか目をあいや寄り目とかわけのわかんない顔をするんです。まあ、発想が昭和なんだよね。寄り目で笑う時代は終わってんの。永遠の小4やから。小4あら永遠の小4。永遠の中2やったわけで小4で小4小4でもう小4ずっと子供じゃないですか。そう、まあ、だか全然ガキですよ小4なんで。やっと高学年になって喜んだって下3年1年2年3年生の後輩ができたからね。小学校4年生の時に僕みかんの皮、給食で出たみかんの皮を頭にのせてって遊んでたらその先生にビンタされました。それでビンタされ、そんな悪いことしてないじゃん。いや、みかんの皮を皮のストーリーでしょ、乗せてってやってたら、あかん、こっち来なさい。こっちその先生がこっちつねって話したらビンタする先生だったんですよ。怖っ。バチッと叩いて、バチッと叩いて、でもう一回叩かれてる。いやでも昔そうだったよね、まあ、先生。俺もあのベランダに向かって逆立ちしててそれバレて、うん、まあ落ちねえんだけど落ちないんですけどね、まあ、こう手すりとかで、まあ、それで正座させられて、うん、あのほうきの竹あるじゃないですか、はいはいはい、バーンって頭下がれて死ぬよ。いまだになんか頭とんがってるような気がするけどいくつの時よね。まあでもそれが中2です、ね、あそれ中2か。いやでも昔そうやばい先生いたからね。あした、ね、2階から飛び降りたら怒られました。いや怒られるそれは。いや俺もね飛んでた。俺も飛んでた。2階からあのヤシの木が生えてたんですよ。あそこに飛び移るってこと。俺あの鳥が痛くて陸上部のマットを引いてあの陸上部の高飛び、はいはいはい、ありますね。3階から飛んだりしてた。いやダメだよ。怖っ。ダメに決まってんじゃん。なんかあったら学校側が責められますから、ね。死んだりしたらね。事故になっちゃう。死んだらもう当たり前ですよ。怪我でもダメですし、死んだりしたらもちろんだけど。話戻していいですか？はい。押川さんの。押川のそうそう。そう聞いてないんですよまだ。僕なんですかね。なんで飛び降りる話になってる。なんか自動ドアあるじゃないですか。はいはい。自動ドアがたまに遅い時あるじゃないですか。はいはい、うん、楽なんだね。そこにぶつかって開いたっていう感じのやつですか。いますそんな人。いやいやでも遅い。いますか。遅い。まあ、結社の自動ドアは遅いよ確かに。うん、たまになんかあのセンサーあのオンオフ切った時はこんなになるよね。あれ手で開けないんだよ。僕もう先行して手出しますもん。何を言ってんの。それセンサー。センサー。でも押川さんそれ関西人がよくやるやつです。何やねガーンとぶつけるってこと。違う違う、なんか遅いと同じでんな。あ、手でんな、これに反応するから先に開くんですよね、たぶん。わてと同じでんがな。めちゃくちゃだな、ほんとに。わてと同じでんがな、どこの言葉なんだ、ほんとに。そういうたまにぶつける人いいですか。ドジっ子が好きってこと。ばあさんとかだよ。ばあさんは動きを遅くてです。すごいな。まだこの状態であれですよ。質問がまだ半分しか言ってないんですよ。尺が長いんだよ、まだ。で、何結局そのぶつけるようなドジっ子が好きってことね。そうですね。そこがそういう仕草がキュートだと思う。じゃあさ、すげえ目を見ながら話しながらガンっていくと。それはやべえやつだ。やべえやつだな。それでもそれに対して俺らキュンとするんだろ。これがいけんとすんだろ。こうやってパンチじゃダメよ。パンチじゃダメじゃねえか。全然キュートしてねえじゃねえか。確かにジャックニコルソンだろ。シャイニングでシャイニングでシャイニングそんな顔するかどうかわかんねえだろ。女の子がそんなシャイニングみたいなジャックニコルソン。お客さんだよ。いやお前とはそういう子が好きだったよ。ジャックニコルソンは好きですよ。いや、役者としてだろ。女の子としてじゃないじゃん。まあ女の子じゃないけど、ジャックニコルソンはさ。で逆にシャイニングであれがジャックニコルソンじゃなくて、なんかニコル・キッドマンとか、 なんか美人系の人がやってたらどうなったんですか。いや、どうもならねえよ。つか、やらねえよ。もうシャイニングじゃねえよ、それは。ただただ、もうニコール・キッドマンが挟まってるだけだよ。シャイニングじゃねえんだよ。
いきますよ次の質問、はい、ちょっとチャットからなんですけど、はい、チャットからね結構来ますよ。チャットからなんですけど、はいはい、いきますね。お三方にお伺いしたいのですが、はい、ロゲンジャーズのヒーロー敵合わせて入ってみたいスーツはありますか？できれば自分が担当していないスーツでお答えいただきたいですとのことです。結構何でも入るんですか皆さん、お互い。それともなんかやっぱり固定があるんですか？入ってロゲンジャーズにいるキャラクターで入ってみたいスーツは、スーツはありますか、うん、っていう。自分が入ってないですか？何でもやる。いやでも全然やったことないやつとかを全部やってんじゃん。それは悪でもいいと思う。あ、赤化具合とか CG じゃねえかよ。赤化具合あれは CG。 中くり抜いて中はこう入って足どうすんだよ。浮いてますよね。グリーンタイツ、グリーンタイツ合成じゃないか結局。足作りましょうよ赤化具合。あれジオングだろ。ジオング、うん、ジオングですよね。まあね、俺は戸籍かどうか。でも戸籍かどうじゃねえか結局。だけど僕髪の毛ピッてやったら戸籍かどう出てこない。それは悟空じゃねえんだよ。マッチャーキの悟空だよそれ。でちっちゃくはなんねえんだよあれ。別に分身だよ。分身するだけだよこう髪の毛だよ。そうでしょ。そうだ小さく、まあ、てか悟空自体も小さくなれるけど、あの別にあれは分身の術よ。あ、そうなんですか。お前ねえじゃねえか毛がよ。ふふってやる。むしれねえんだよ。分身使いすぎたんですよ。使いすぎてむしっちゃって全部なバカ野郎。あれ毛をじゃなくて筋トーン呼ぶときだよ。筋トーン呼ぶ。筋トーンって。それはドラゴンボールだよ。いやいやドラゴン。マッチャーキの。マッチャーキのはあのそうそう。筋トーンありましたっけ？ある。筋トーンあるよ。あるよ。あと、チョバッカイの乗ってる筋トーンもあるんだよ。えぇ、ー、ないだろ。黒くて、スクルタービーだって。これ西田さん乗ってましたよ。あ、ほんと？ほんとっすか？宣伝、元宣伝だろ。スクーターって、筋トーンじゃねえじゃん、だって。いや、スクーターもあれ、兄貴ですよ。ほんとかよ。だって時代的に。もう、話が達成。時代的にスクーターはないよ。今回は暴走して。ある、馬とかだもん。だって、あのほら、馬いだよ。お姫さんのほら。次の質問用意してください、もう。2から、ね、馬のまま。いや、だけどまずスクーター出てこないの。いや、こっちがもう放置されてますから。いや、ほんとに違うんだ、お前何が入りたいんだって話。戻してくれた。こんなに話してもらえ入りたいって入ってどうするんですか。まずね、はい、ね、僕の毛からまたそんな今再放送なんだよ。繰り返し繰り返し同じ話でも。いっぱい富永さんいっぱいできますよ。なんでお前から富永が出てくるみたいな。想像したら面白いですね。想像したらね。じゃあ富永さんいっぱい出てきて。確かにおいしい。いっぱい出てくる。もうそろそろでもピザもなくなってきた感じですかね。ピザがっつりあるんですよ。あ、まだあるんすごいですね。取り切れないぐらいですよもう。持って帰る感じです。使います。じゃあそれぐらい大きいってことですね。そうなんです。これ本来何人前なんですかピザ1個って。何人前だろうこれ。7、8人前かな。ああ、それを3人とはまたすごいですね。そうですよ。14ピースぐらいありますよ。結構あるピースって。このピースじゃないですよ。分かってるよ。あ、ピースってこれから来てるんですか。ちげえよ。平和だろ。ほら、あのまあ丸々はホールですからね。ホールとピースですからね。これなんだ。ちげえっつってんだ。だから違いますよ。ピースワークやろ。これを上を蓋してみてください。ん？ピザの形になります。いや、あの放送事故だよ。グラサンナイト始まって以来の放送事故です。そんな押川さんに質問が来てます、はい、僕から。はい、いきますね。ブギーアイドルさんから来てます。ありがとうございます。鈴村監督、富永さん、押川さん、こんばんは。ナイティナインのオールナイトニッポンが大好きな押川さんに質問です。カリスマボイストレーナー秋山先生のレッスン、
高須クリニック、元気が出るテレビ、大黒摩季、スタンドバイミー、リンダリンダなどなど名作がたくさんありますが、何がお好きですかと。もう偏ってますよ。とか書くでしょ。トンクやってるトンクやってるってあーとかっていうとかっていう違うそんなの聞いたことある秋山隆二の歌だなあー北九州のめちゃくちゃ面白いんですよあれいやいやあの人なんか DV 出してんじゃん、はい、あのいろんな人のトカクかトカクかそうトカクあーはいはいトがやってるはいはいやってるみたいなヘッドホンしてラジオ聞いてそのナイナイのオールナイトニッポン聞きながら言ってたらその半ついた後に音ダダ漏れたそうそうそう全然どのボリュームで聞いてんだぐらい音漏れてるそれやオールナイトニッポン T シャツ着たな T シャツあでも分かりましたなんだこれオールナイトニッポンオールナイトニッポンこの間火曜祭のやつです、ね、今もやってんだオールナイトニッポンってやってますやってますへぇーそれいやなんかただの飲み会じゃねえってトカクカが好きなのね。トカク、ね、ロバート秋山さんのね、あのトカクカのね。これ、すごいな。これ、池袋の秋山の、キャラクターなんとかするの、見に行ったわ。ああ、いろんな役もね。本に来てたよ。なんか、あの、ヘンテコリンのなんか、アイドルみたいな感じ。あれ、でも昔、野劇、野劇じゃねえ。あそこで出た後楽園で、吉本の養成所の子があの各所で漫才やってるっていうイベントやったんですよ、うんうん、それに森三中とか今考えたらあ有名な子が漫才やってるんですよ、うん、で売れたい売れまだ全然世に出てない漫才師、うん、あれやめたちみたいな感じで、うん、でまあ後々考えたらテレビ出てる人いっぱいいましたそう当時は有名じゃないけどねロバと秋山の話で面白いのがあの人の親父さんって東映にいたでしょいたの東映なんか欧米の人そうそうそうあ、役者親父ねあ、そうなんか浮かれたじじいじゃなかったいやいやいや東映の役者やったよ、欧米の違う違うあ、そうなんだで、あの西本涼二さんでしょあ、西本涼二さん、副社長あの人の先輩の人らしいあ、そうなんだそうなんだへぇこれ俺西本さんがそれ聞いてマジであ、そうなんだ、西本さんのいや、何の話だよ日本のあれは俺の日本がトカクで秋山だってトカクがだって年に1回しかないんですよその歌謡祭の前の日にボイストレーナーとしてやってきて発声練習から入りますあ、そうなの高須クリニックとかの大会へぇ結構めちゃくちゃ面白いですよ一人で笑ってますやべえやつだやべえやつだねすげえなラジオ本当好きなんだリスラジオ好きっすね俺だって俺の日本じゃん、鶴子ぐらいしか覚えてねえわ鶴子鶴子のね、俺の日本あったねあれもなんか空耳みたいなのがありましたねあったあったあった、うんいいんだよ、それはあの今のノリですかいやいやいや、あの答えなんだよいや、なってると思うんですよトカクカということでトカクカはい、わかりましたありがとうございます次いきます、はいはい、これ、最後のお便りです、はい、片倉さんからいただきましたいつもありがとうございます、はい、ありがとうございます鈴村監督、小山さん、はい、押川レジェンド、富永レジェンドオブレジェンド、こんばんは。わーもう。ドゲンジャーズ新作楽しみです。それと、富永レジェンドにお礼が言いたくてメールしました。お礼が言いたくて。幼少期にテレビ朝日系列で、テレビ朝日系列で富永レジェンドが演じるヒーローを拝見しました。そのヒーローのパーソナルポーズがとてもかっこよくて、心心に、あ、違う、ごめんなさい、子供心に深く刻まれました、うんうん、その気持ちが心にあったから今の自分になれたんだと思いますありがとうございますとのことですあ、ありがとうございますでもレジェンドとかパーソナルとか難しい大文字をいっぱいいやいや、そんな難しくないんですあのレジェンドのクーガのことですか多分クーガのことだろうね、多分ね、うん、あーパーソナルポーズパーソナルポーズパーソナルってどういうことパーソナルっていうのはだからポージングのことじゃないだから、なんだろう、富永がやってたのとあの命みたいなあのじゃあ、あれ、寿司三昧って言われる寿司三昧か
かな。そっちの方がね、あとこれも良かったですね。良かったね。うん、キックする前とかね。ね、このこれですね。そうですね。俺今日俺ワルドタイガー来てる結局は。あれでも教会で初めて変身したんですっけ？燃える教会。いや、さっき言った白いグローイングホームはその前の教会じゃなくて、なんか屋上で火すね。変わったっつってなるんだけど。2話で自分で変身っていうのは2話の教会が、まあ、見ててください俺の変身っつって変身するのが2話ですね。教会回しましたもんね。あ、すごい。でもなんかチャットでサムズアップではってきてる。あ、サムズアップだって。サムズアップ、これね、これか。だから親指サムでしょ。サムって言うんでしょ。そうですよ、サムズアップ。俺台本読むまでサムズアップって言葉知らなくて。あ、サムズアップ親指を立てる。そうです。これで流行り出しましたもんね。昔からやってるよこれ。やってるけど、そう、またね、その次世代にね。でも鈴村さんもなんかみんなで写真撮るときこうやりますもんね。よくやってますね。割とサムズアップやりますね。私は、うん、あれは元々なんですか。違います。そろそろピースが痛い時代年になってきたなと思って、昔はピースだったんですけど、もうピースじゃねえだろうと思ってこっちにします。あ、じゃあこうやったらいいじゃないですか。え？逆ピースみたいな。あ、逆ピースだね。なんで？違う。こうか。これ。違う。逆ピース。あ、どうですか？裏ピース。ああ。ギャル。あ、これか。うん、これ。あ、正解。押川さん正解。この女子高生とか何年か前の女子高生。今お前俺これかっつった時にピキって言って。え、こうじゃない。これでいいじゃない。これ。ダメだ。さっき、ね、こうやってやったり。片づむり。じゃこれやって。はい、ここ蓋してみ。おお、ピザじゃねえわ。ピースはここから来たんだじゃねえ。どうしよう、私が悪いのかな今の。変な方向行っちゃったから。でもお手紙は全部これで読めたのかな。はい、国によっちゃ裏ピースダメとかある。あ、そうですよ、そうですよ。もともとピースってだっていい子あれじゃなかったからね、最初はね。イタリアだかイギリスだかね、あれ良くない。これ親指、中指ダメですもんね。中指はダメです、中指はダメですよ、もちろん。もちろん。あ、でもなんかチャットで結構前の方に押川さんに、はい、はい、ツイッターを覚えましたかっていう。あ、そう、ツイッター完璧です、僕。完璧じゃねえ。あ、本当ですか。ま、もう一昨日ぐらいに須野さんリツイートってどうするんですかって聞いてたじゃねえかよ、お前。じゃあもうダメですね。俺はまだ全然、まあそこまで行ってない。もう一方的に送る一方ですもん。ダメさんがあれでしょ、やってないでしょ、ツイッター。ね、やってない。もう一方的に書くだけですか。リツイートもコメント来てんのも見れないしね。見てないですね。あれ、独り言のことなんだね。ツイッターってなんだ。つぶやき。つぶやき。そう、つぶやきです。はい。もう昭和なんですよ。次まで令和の時代にね。ちょっと覚えていただいてって感じですね。うん、せっかくだから。結構本当になんか最近使ってます。ハッシュタグを使ってやってたら、いつの間にか僕の中でアットマークに変換されてて、それアットマークになってるんですよ。だって、おしかお前最初俺にハッシュタグ聞いてきた時に、はい、俺がハッシュタグつんだよって言ったら、シャープじゃないですか。そうそう、これでしょ。そうそうそう、無期になったシャープ、これシャープじゃない、これハッシュタグ、俺はこれシャープじゃないですか。俺はもう、俺は井筒屋のマークだよ。いや、井筒屋も井筒屋。いや、ソラちゃんにも教えてもらったんですよ、うん、スピンオフやってる時に教えてもらってて、これどうすんのっていう写真を撮ってもらったら、孫がおじいちゃんに教えてるやつ。行きますよ。はいはい、来たよ。カドンさんからいただきました。やっほー、やっほー、ありがとうございます。先日東京で富永さんが出演されていた舞台を拝見しました。意外な役にびっくりしましたが、うん、俳優富永さんはめっちゃかっこよかったです。そこでお土産に購入した舞台の DVD の主演が富永さん、また楽しみにして拝見させていただきますとのことです。すごーい、すごい、すごい。どこでやられたんですか。いや、東京でね。東京のどこ。大塚のよろず劇団。あ、よろずね、よろず。これね、この時代劇ばっかりやる劇団なんですけど、うんうんうん、今回時代劇じゃなかったんですよ。あ、じゃなかった。一応ちょんまげをかぶった、うん、3人の松旅サンドラスかぶった人間出るんですけど、あ、俺は全然そっちじゃなくて、あ、そう、今回のキャバクラの
キャバ嬢の役。キャバ嬢？え？どういうこと？要はあの岡本役ですよ。あ、そう。枠着て。あ、枠着て。枠着てこう、はあ、こう抜いて。うん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 。エモン食ってね、やって。やったんだよ。岡本役だった。岡本役。岡本役なんかできんの？いやいや、今回初めてですよ。うん、ねえ。イメージないもんな。ちゃんと、え？楽しそうっす。いやー、まあ、なんか着物着るの大変やったな。早い。そうだろうね。いや仕込みっつってあのマジックテープで、あ、マジックテープね、あの着物だけど、やっぱね着慣れてねえからね、初めて着るの女の服。そうだよね、和服をね、それ着るの大変。あとメイクもさ、普通に動乱してこう短期でこう自虐メイクでやってさ、女性のメイクやから、うん、慣れてねえから大変だよ。ラメつけてもつけまつげ、女性メイクするわけ。いや自分でやるんだ。いや女性にチェックしてもらったね。あ、でも一応自分でやってチェックしてもらうみたいな。いや最初はやってもらってたけど、うん、もう彼女たちも出番があるから。そうかそうかそうか。結局自分でこう、しかもそれでキャバクラのシーンでタンバリンを叩きながら出てくるんだけど、あのドングリオって名前だよ。ドングリオ、うん、で今回、あ、まあいや、これはドベンジャーの話だけど、いや、それやめとき、まあ、2.2 ドングリオって役 で、それでワンシーンの後に2場ぐらい他のシーンがあったら、ジャージにすっぴんで出ないといけない。え、だからその時メイクを、一生懸命したメイクを全部洗顔して、ほんでジャージで来て誰か分かんなかったみたいなシーン。また戻るの？でまたそっから枠着てメイクしなきゃいけない。だからね、大変でしたね。それ映像だとそういうのね、まとめてメイクしたのやって、落としたのは別でって撮れるけどね、舞台だから。そう、ドングリオが自衛隊出身なのよ。あ、そう。最後だから自衛隊のヘルメットかぶって、和服に岡村の格好で、うん、ショベル持って戦うシーンなんだけど。どういう話なの？それどういう話？でもね、そこの劇場でも12年ぐらいやってんじゃ。待って、だって岡村のキャバ嬢とか、そのおかみっていうかやってるわけでしょ。おかみじゃない、おかみじゃない、なんでその女お姉ちゃんやってるわけでしょ。うん、なんで戦いってんの？いやいや、ね、そこはね、時代劇やってる時代劇コントの金ちゃんとこのカンカラっていう、あー萩本さんの、うん、そこの人が代表でやってるんですよ、一人だけ。で本書いてるのがクレヨンしんちゃんとかドラえもんとか書いてる人なのよ。あー、そう。ほんでね、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんに書けないようなグロいやつを書きたいっすね。結構シュールな時代劇もやるんですけど、今回はね、またたびギャングスターってタイトルで、そのサンドスクが被ったまたたび3人が取り方だったこと、土砂降りながら戦ってる時に神社に逃げ込んでタイムスリップして歌舞伎町に来るって話。そういう話か。歌舞伎町とは言わないですけどね。うん、まあおそらく歌舞伎町だろうというね。うんうん、そこの でも、うん、弟のように輝いてるホストとかいるんだけど、結構ね、いろいろ来年もやりますんで。カピカピにならなかったですか？いや、なんなかった。あ、なんだっすか？うん、俺だけ乾燥しそうです。さっきの話が血のりとかね、顔面にもう血まみれの役とか昔やったことあるんだけど、その方が肌荒れるな。だから、いや、それたらメイクやから、女性のメイクやからね、本当は女性肌荒れるだろう、毎日メイクしてるからね。あ、そうっすね。だから俺ね、でもその短時間で撮って、いやいや、まあそうだね、俺ね、女性はすげえなと思った。あれ毎日やってんだからね、メイクをね。うん、あれ大変っすね。最後来てね、大変です。最後何の話なんだこれ ね、 そうですね。最後この何の話なの。女性大変っすね話。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあでもそろそろお時間ということで。あ、そうね、はい、はい、もたけなですが、ね、もたけなでございますね。まだまだお話ししたいところなんですけどね、あっという間ですね、うん、はい、うん、あれ、鈴間さん、なんか、はい、お伝えしなきゃいけない、はい、宣伝とかございましたら、皆さん、まずだ、石丸さんからじゃなくて大丈夫ですか？あの、あ、じゃあ僕からでいきますか。先に、はい、グラサンナイト的な話で言うと、まあ、まず今日はありがとうございました。ありがとうございました、楽しかったですが、グラサンナイト一つ僕のからお知らせがありまして、はい、11月の25日での、はい、金曜日ですね、金曜日ですねから、幕張メッセで、
東京コミコンというですねイベントが、有名なイベントです、有名なイベントです、まあ、はい、いろんなハリウッドのスターとかがやってくる、日本でももう有数の映画コミックイベントなんですけども、グラサンナイトなんとですねそこで、トークライブをやることになりました、なんとコミコンでやるとはね、はい、やるんですね、はい、しかもですねあのメインステージとサブステージがあるんですけども、そうですね、メインステージの方ですね、はい、あのハリウッドセレブとかが降り立つあのステージで900席あるメインステージ、はいはい、とんでもなく巨大すぎてもうね、はい、11月25日ですね、一回帰るんですか、じゃあ、帰ります、もう一緒に帰ったんですね、お前はいいんだよお前はいなさい、こっちに僕も行かない、ハリウッドセレブみたいな顔するんじゃないよ帰りますよ、帰ります、一瞬帰ります、はい、留守番じゃないのよ、私出たい、はい、私出たいじゃないのよ、はい、はい、すごいですね、そうなんですよ、で今絶賛もう僕あの裏の段取りでテンパってるんですけども、はい、楽しいトークコーナーが、そうですね、お知らせできたらと思います、はい、これゲストの話はもちろんして大丈夫でございます、これ監督からも言っていただいた方がいいんじゃないですか、はい、そうですね、はい、気になるね、ゲストはですね、なんとロゲンジャーズハイスクールの、秋音を演じていただいたですね、はい、川島あ川村海野ちゃんに、はい、ゲストとして出ていただきます、はい、海野ちゃんは割とこうサブカルが好きでアニメとか漫画とか好きだったりもするので、そういう意味ではすごくコミコンに合ってるかなということもありましてですね、今回満を持して海ちゃんに、ゲストで出ていただくということに、ね、なりました、はい、はい、ということでございますね、はいはい、時間はですね25日のちょっとお昼過ぎになります、14時半を予定してるんですけれども、ね、はい、ぜひ会場お越しの方はまあ、生で見れるね、久しぶりですから ね去年の5月以来じゃないですかね、生でやるのはね、そうですね、はい、収録配信お客さん入れてっていうこと自体はねやってないですからね、なかったので、はい、ぜひ5月以来ですね、はい、来ていただけたらと思います、ツイッターでも詳細情報出していきますのでよろしくお願いいたします、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、はい、では監督の方ですね、はい、コミコンはその25日にあるんですけれどもですね、11月20、その翌日ですね、26日、27日ですね、特撮フィルムフェスティバルというのがありましてですね、これがですね、まあ、ゲストとしましては、まあまあ、今、石丸さんもいろいろ絡んでおりますが、ウルトラセブンがね、今年、55周年ということでございますね。でなんとそのゲストの中の一人、メインゲストの一人がそのウルトラセブンの諸星ダウンをやったですね、うん、森次浩二さんですねに来ていただくということでございまして、他にもですね、まあ、もちろんウルトラセブンも上映するんですけども、他にもですね、まあ、いろいろ豪華な、ゲストがおりまして、まあ、田口監督ですね、ウルトラとかやってます田口監督が来られたりですね、うん、まあ龍騎も何気に今年20周年ということでございまして、もう姿かまさくんと松田さとし君も来たりします、わ、はい、で、高野八生君も来ます、龍騎からですね、で、まあガメラシリーズ、ガメラも実は平成ガメラがあれでしたっけ、石丸さん、はい、何周年かでしたよね、確か、最初は95ですね、で95、96、99かな、ですね、その脚本を書かれてます伊藤さんがねゲストに来られたりですね、はい、その平成カメラのガメラはガメラの最初ガメラの1ですね、最初の平成カメラの1作目のガメラの中に入った大橋明さん、AAC のね、大橋明さんなんかもゲストで来られたりですね、で、不詳私鈴村も、2日間ともゲストで出ますので、ぜひとも、池袋のね、新聞芸座の方ですね、の方でやりますので、あれヒーローの上映もあるんですよね、はい、ヒーローの方ですね、ヒーローザセカンドとファイナルの方の上映ございます、うん、なのでぜひとも 2作品とも、上映いたしますので、ぜひとも、ご覧いただけるとありがたいなと思っておりますので、ぜひ足を運んでいただければと思っております、はい、2日間目白押しの作品が、ね、かかりますので、ぜひとも見ていただければと、メインビジュアル見ましたけど、はい、鈴村さんがもうめっちゃセンターに、不本意ながらめちゃ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 坂上二郎さんみたいなねめっちゃいい写真じゃないか、あれ、うん、なんて言ったらいいの、はいはい、チラシですよね、
びっくりしましたよ。素敵な。これですね、この完全主役のポジションですよね。うん、そんな森次さんじゃねえか、それ俺じゃねえわ。ふざけんな、かっこいいっすねじゃないんだよ。かっこいい、あれ写真でしたね。お前さんってこの、大橋明って、AAC の。おー、はい。あ、しょ、ガロあ、ガロ、そう、ガロやってた。鈴村さんの後に宣伝するのしづらいな。あ、じゃあ、私鈴村さん。もう一つ宣伝しますね。あ、待って、その前に一個だけ挟んでいいですか、私。もちろんです、もちろんです。あの、そうそう、みゆちゃんまた舞台やるんですよ、ね、私一個だけ挟んでいいですか、はい、ごめんなさい、はい、もちろんです、もちろんです、もちろんでございますよ。宣伝お願いします。出ますかね。あ、出るんですか。あ、出ました、出ましたね、映像が。あ、こちら、私25日から27日にかけて、うん、東京 FM ホールで特攻隊の舞台をやらせていただきます。で、私演じさせていただくのはなでしこ隊という特攻隊をお世話する女の子たちのところに出るんですけど、私ダブルキャストでして、うん、大和チームにしか出ておりません。なるほど。はい、なので、まあぜひよろしければ。大和チームだと、25日が18時ですかね。18時で、次が13時、次が16時ぐらいのという感じですか、はい、その3公演ぜひね、はい、見に来ていただけると嬉しいですよね。ぜひよろしくお願いいたします。あれ、みーちゃん確か恐れ僕も16歳かなんかの役やでしたっけ、はい、15歳です。15歳ね、ネタボケるんじゃないって話ですけどね、はい、あの15歳を一生懸命演じさせていただきます。27歳が15を演じるってなかなか見れませんね。いやいやいや、これが舞台の醍醐味ですよ ね、まあ、そうですね。映像じゃ絶対不可能ですからね。俺もねっていう。そうですね、なかなかできないですけど、舞台での醍醐味になってきます。ぜひ皆さん、ね、ぜひお願いします。多いですね、なんか最近ね、うん、はい、あ、じゃあ今稽古中ですか。そうです、絶賛稽古中です。はい、はいですね、本当に。いやいや、はい、頑張ってください。皆さんぜひね、見に行ってあげてください。お願いします。ぜひぜひ。私も初日の会に行こうと、夜の部に行こうと思っておりますんで、はい、あの会場で僕を見かけたらぜひぜひ、ね、声かけまくっちゃってよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、鈴間さんどうぞ。はい、ですね、来月なんですけどもね、来月の12月の、10日でございますね。まあヒーローの、ヒーローという高野八生監督がやってるヒーローの、はいはい、まあまあイベントのスピンオフなんですけども、スピンオフイベントということなんですけどもね、鈴、うん、コン in 福岡ということですね。福岡で鈴コンというなんか合コンみたいに聞こえるかもしれないですけど、鈴村コンベンションという意味ですからね。なんか私それ見ましたよ。はい、鈴コン。なんか合コンみたいですねっていう。合コンじゃないんですよ、鈴コンといって。高野八生とですね、いろいろと、まあ、監督対談ということでですね、ダブル監督で、話そうということでございましてですね、12月の10日にですね、2部構成になっております。詳しくはツイッターの方に書いてあるんですけれども、第1部がですね16時から、オープンしまして16時半から始まりますけど、そこでヒーローザファイナルの上映をいたしますね。最新作の上映いたします。で、それって菅木主演のやつ。菅も出てます。主演は吉岡君なんですけど、3人主演なんですけど、そうです。でもスガッチも出てます。はい、で、それで上映が終わりまして、上映トークですね、トークショーやります。そのトークショーは、発生ともちろん私と2人でやるんですけれども、もちろんヒーローザファイナルの話はもちろんですけども、まあドゲンジャーズの話やらね、やっぱり福岡の話ですけど、はいはい、ドゲで龍騎20周年ということもありまして、その二重期の話なんかもしながら、トークをしていこうかなと思っておりますので、うん、ぜひ、来ていただければと思います。で、第2部の方がですね、第2部の方が19時オープンで19時半からのスタートになっております。これはもう打ち上げです。もう酒飲んでもうファンの人たちと近いところで飲んでもう一緒に写真撮ったりね、お酒飲んだり、うん、でお酒も飲み放題でございますね。なのでぜひともね、めちゃめちゃいいですね。ぜひね、来ていただいて、もう皆さんと近い距離で、うん、話したり飲んだりできますので、ぜひとも、来ていただければと思います。場所はですね、福岡にある、あの、中洲の方にありますですね、アニソン&サブカルバーのファティマというところでやりますので、ぜひともファティマの方、ファティマはもう散々富永とも押川とも行ってカラオケ歌ったり散々してますけど、その伝説の聖地、ドゲンジャーズの、あの
シーズン3のね、ハイスクールでも撮影でもお借りした場所なんですけどもね、そこで、アッセとそのイベントをやりますので、うん、ぜひね、福岡の方はもちろんですね、福岡の方もちろん他県の方もぜひともね、遊びに来てくれたらと思いますので、ぜひぜひ楽しい話を、ここだけでしか聞けない話なんかもしようと思ってますので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行くしかないですね、これはね。詳細は監督のツイッターとか、はい、ツイッターに、私のツイッターにも、載っております。あとヒーローの公式の、ツイッターにも載っておりますし、高野八千のツイッターでも宣伝しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。盛りだくさんですね。盛りだくさんです、はい、ありがとうございます。ゲストの2人からは何かございますか？いや、僕はないです。ないです。それはもう今回ドゲンジャーで。ああ、ドゲンジャー。そうですね。そうですね。ぜひね、12月からいろいろと情報が解禁になりますので、ぜひね、まだ細かくは言えないんですけど、富永前回ヤバイ仮面やっていたのに、今回また違う役をやりますんでね。そこも楽しみにしていただけるといいかなと。一体どのキャラクターに富永が入る？富永さん出るって言っていいんですか？いいよ、もうだって出ちゃってる。もうそこは無理だよ。そこは無理だよ。だって笹井さんも知ってる。ああ、そういうことか。これでしょ。ああ、でそれはもう笹井さんも、ま、ちょっと内緒にしておきましょう。遅いのよ。いや、これ飲み会じゃないんだよ。だこれみんなに内緒にしておこうか。まあ、遅いの。俺もさっき出現しちゃってるから。そういうことがあります。鈴村さんの出現に関しては、結構皆さん黙っときますっていうコメントが結構来てたんで、ね、温かいコメント、ありがとうございます。温かいコメントが、うん、ありがとうございます。皆さん忘れてました。やめてくれ。もう一回その話、もう一回その話、やりません、やめてくれ、やめてくれ。ね、どっからその話になった。俺ね、今ね、富永が今回何をやるのかっていうのを言おう、言っちゃうの。いやいや、分かりません。俺それを、今やばかったな、危なかった、言いそうになったりしてるとね。いや、言いそうじゃなくて、ね、うん、それを、うん、いや、何かポーズをしようとしたな。いやいや、まあこれ番組終わって、終わってから、うん、もう鈴村さんお願いします。はい、大丈夫です。はい、はい、もうあっという間でしたね。しかしね、そうですね、あっという間でしたね。いつもながら、はい、まあ長時間ご視聴の皆さん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。予定よりだいぶオーバーしてます。だいぶオーバーしてます。ね、だいぶオーバーしてますから。深夜2時までじゃん。バカ言えよ。テレテテ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 オールナイトニッポン。オールナイトニッポン。バカな、明日6時半出発なんだよ、お前。あお前も来るんだよ。何か頑張ってくださいね、本当にもう。お疲れ様です。本当に頑張ってお手伝いしていただいてるスタッフも2人いるんですけども、もうその人もそうなんですよ、6時半だって。大変だ、ありがとうございます。長引いてても帰りたいんですよ、本当ね。そうですよね、ごめんなさい、なんか、いやいやいや、俺たちはもう酒入ってるから、まあ、どうでもよくなってきてますけども。はい、はい、ということで、はい、はい、じゃあ締めわけでね、なんかね、九州スペシャル第今回のね、2022年九州スペシャル第1弾ということでね、あれですけども、もしかすると次回の12月も九州からやるのか、はたまた東京に戻って、からになるか、ちょっとそこはまだスケジュールがちょっと見えてないので何とも言えませんが、はい、そうですね、まあ、いずれにしても12月今年最後の、グラサンナイトもやりますのでね、それも楽しみにしていただきつつ、グラサンナイトで言うと、先ほど石丸さんの方から説明ありましたけども、コミコンでということでね、それもね、ぜひ お楽しみいただければと思うので、それは配信はしませんので、ゆくゆく編集したものを流すことはあると思うんですけども、同時配信はしませんので、ぜひね、会場の方にお越しいただいて見ていただければと思いますので、はい、生海ちゃんをね、海のちゃんを見ていただけると、そうですね、もう綺麗ですよ、すごくね、生で見て、テレビで見ても綺麗ですけどもね。で、はい、言っちゃえばその後に私の舞台を見に行っていただければ。そうですね、それ見終わってから全然近い、はい、近くはないけど間に合いますもんね。間に合います、18時からなんで。ああ、じゃあ間に合います。全然大丈夫です。私もそれで行く予定でおりますから、はい、それ見てから舞台か、はい、会場のみんなと一緒に行けばいい。あ、入れねえ、そんなに来ちゃったら。そこだけでも900席なんだよ。ポリス券、もう、あれですよね。宝石ですね。もうですね。それはだから、でもみんな、そしたらその会場のみんな、小山美優で買ってもらわなきゃいけない。いや、すごい、美優ちゃんファン。そう、美優ちゃんファン。美優ちゃんファンが当日券完売するよ。そうですよ。やっと。宝石になるんだね。そうですよね。あ、その話してよかったんすか？大丈夫だよ、全然だよ。それこそしてくれ、むしろ。逆に、はい、そうですね。
いやまあそんなわけでございまして、はい、なんか、石丸さんもありがとうございました。あ、とんでもないです。本来出ない立場というかね、このグラサンナイトが裏のフィクサーとして活躍してる、ね、いつもね質問を送ってるぐらいなんですけど、いや今回はね本体自らねお邪魔していただいてありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では、ご視聴の皆様もありが長い時間ありがとうございました。本当にありがとうございます。途中富永投資家のボケがなかなかね大渋滞したり全然違う話になってただの飲み会みたいになって、おそらくJ.A. のメンバーも見ていただけてると思うんですけどもね、みんなが見てないことを祈ります。いやもう見てますよ。明日現場行ったら怒られますよ。また見てる。両方とか見る。見てますよ。もういろいろ見てますから、ちょっと明日またね会ってから。厳しいんですよ。いや厳しいですよ。いやちょっと厳しいからお前が違う意味で厳しいんだよ。あのね、なのでぜひね明日も楽しみにその。説教されてくださいというのもありますけども、はい、本当に遅い時間まで皆様平日の遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ次回もね楽しみにしていただければと思いますので、はい、ご覧になっていただければと思います。それでは、東京の石丸さん、みゆちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、ご覧の皆様ありがとうございました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。